とおじいさん、来た来た、オッケー。それではね、めちゃめちゃビビリなんですけど、俺ドキドキ文芸部の方をしっかりと実況していきたいと思いますので、よろしくお願いします。これどういう感じでいけばいいのかな。あれ読めばいい。とおじいさん、例の不純デスクトップとともに。不純デスクトップはちょっと別に、それは無視しといて、はい、やっていきます。おはよう。遠くからうるさい女の子が空に手を振りながら、周囲の目を全く気にせずにこっちに走ってくる。彼女の名前はさより。近所に住んでいる幼馴染だ。今となっては作らないタイプの友達だが、昔からの知り合いだからこそ友好関係とでも言えばいいのだろうか。こんな日はよく一緒に登校していたが、高校生になってからの彼女の寝坊が多くなり、俺は待つのをやめた。俺ね、プライベートで全く文字読まないからちょっと読めないかもしんない、ごめん。マジてか俺学校でも文字読んでないからね。授業寝てるし、テストは問題文読まずにマークシート適当にマークして終わるし、ね、成績に関係ないやつは適当にマークする俺だから、ちょっとで無理かもしんない。とんじいさん、まあ、頑張って、ね、読める範囲は教える。読める範囲は教える。でこれはまあ俺のタイミングでパッと行ってきます。読み終わったらパッと行きます。あれ早いとかあったら、スピード早いとかあったら言ってほしいんで、よろしくお願いします。こんな風に追いかけてくるなら、もういっそのことを逃げてしまおうかと思う。あ、こんな風にね、ごめん。でも俺はやれやれと横断歩道の前で彼女を待った。どうする、女の子のキャラのも読む。女の子のキャラのさ、発言俺が読んで楽し、それはいいのかな。これボイスとかないの。俺いつもやってるユズソフトの会社のゲームはボイスがあって実況とかするとしたら楽なんだけど、まあいいか。ちょっと待って、これどっちにする。決めて。はあ、また寝坊しちゃった。でも今度は追いついたからね。そりゃ俺が立ち止まってお前を待ってたからだろう。まるで私を無視するつもりだったような言い方じゃん。天かすの意地悪。とおじいさん、少し胸あるね。確かにね、まあ、こんくらいの胸の方が俺は好みだけどね。なんかとりあえず出かければいいっていうのでもないし、うん、品のある程度に大きければいいよ俺は。そりゃへんてこなお前を見た周りの人に俺たちがカップルか何かだとは思われたくないし。はいはい。でも結局私を待ってくれたんでしょ。意地悪したくてもできないんだね。なんとでも言っとけ、さより。こうやってね、自然とさよりとか、普段お前とかしか言わないのに、あれ、ストーリーの始めの方だけさよりとか言ってキャラクターの名前を呼び合うことによって、ユーザー側にこのキャラクターはさよりだよっていうのをちゃんとすりつけていく、脳裏に焼き付けるっていう、これギャルゲーあるあるのあれですね。ギャルゲーとかそういうアニメとかによく使われる展開のあれですね。はい。えへへへへ。俺たちは道路を渡り学校へ歩みを進める。俺のさ、俺ゲーム実況と称してゲーム解説だからな。まあまあまあ、解説力はないけど。学校に近づくと、通学のには他の生徒の姿が徐々に増えていく。ところでさ、天かす。このもわっと出てくる感じが、これあんま見れないんだよね、女の子の方。文字読むのに必死だから。まだ入る部活は決めてないの。あー、俺はね、あれ
高校に入ってね、卓球部で頑張ってたけど、そこでの大変さとか、学校のテストとかの難しさとか、家庭事情によりうつ病になって、学校不登校になり、1年留年しましトた。ンジーさで、ん、そしてそのぬいぐ留るみ年しなてに？1年目に、留年して1年、留年して、今年か、部活を辞めました。はい。そのぬいぐるみなに？ラウンド1で200円で取った犬。部活？部活は興味ないって前から言ってたはずだが、この「だが」って感じがね、なんかずっとネットでなんかマジレスして、なんか YouTube のコメント欄で意味のない喧嘩をしてるようなやつに似てるから、こういう口調のやつ嫌いなんだよね。「だが」とかいう語尾に「だが」がつくやつ嫌トンジーさん、わかる。むせた。あ、だが言ってるやつ嫌いって言った。一応、このだが言ってるのを天かすっていう設定なのか。それに探してすらいないよ。そんな。トンジーさん、身近にそういうやついて話しにくい。身近にそういうやついて正しく関わらない方がいい。はい、以上。今年は部活に入るって言ってたじゃん。言ったか？いつものように彼女の話に合わせて適当に返事をしていた時にでも言ってしまった可能性は十分にある。ああ、俺もね、あれ、いつもフォートナイトとかやってる時ね、NE から敵来てるよ、了解って言って、全然そっち向く、から気づかずに無視してて、うわ、NE 敵じゃんって言ったら、あれね、フレンドに、だから言ったじゃんみたいなこといっぱい言われるから、多分適当に返事、こいつも俺と同じ感じなんだろうな。フレンドとかだと、こういう人の話全く聞かないタイプなんだよ。うん。暇な時間には大体アニメかゲームに費やして平トン穏なジー生さ活ん、が送れよれくば、ある。それで満足なのに、彼女はそれを心配しすぎている節がある。そうだね。まあ最初はそういうのを心配するよ、親御さんだってさ。大抵アニメかゲームに費やして時間を費やしてのって、やっぱ最初は心配するけど、慣れてしまえばそんなもんかって済むんですよね。俺も小学校4年の時から、アニメ見てて、まあ親の影響で保育園の時から美少女アニメ見てたんですけど、まあそれが活性化したのが小学校4年の時かな。で、それでアニメに費やしてたんですけど、まあまあまあ、それもアニメキャラの抱き枕カバーとかさ、ちょっと露出度の高い、その印刷がされたハンドタオルとかね、そういうのを持ってたら親に捨てられた。はい。あ、もう、私は天かすが大学トに行ンくジー前さにん、社会性親もスのキル影も身に響。つかないんじゃないかって心配なの。ありがとう。心配してくれてありがとうね。俺も心配、それは。天かすの幸せは私にとっても大事なんだから。あー、なるほどね。そういうスタンスの。結構大胆な発言してくるね、この子。嫌いじゃないよ、でも。そういう感じの。今楽しくやってるみたいだけど、数年後世間に馴染めず、ニートになってる姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。勝手にしなさい。ちゃんと言うこと聞いてくれる？私を心配させないでよ。モニターもうちょっと下がんないかな。まあいいわ。わかったわかった。そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。約束はできないけどな。少しは努力するって約束してくれる？まあそれくらいなら。やった。どうして俺はこんなのんきなやつに説教されることを許しているんだ。それどころかこうやって従ってしまトうンジーことさにん、驚きだ。ここからしばらくただのギャルゲー。ここがしばらくただのギャルゲー。じゃあただのギャルゲーのシーン、ただのギャルゲーだけに、俺マジ怖いの無理やから、絶対したくねえわ。俺のことを過剰に心配している様子を見ると、少しくらいは安心させてやりたくなるのだろう。ちょっと物事を大げさに捉えている癖があっても。普段通りの学校生活はいつの間にか終わっていた。荷物をまとめた後、自分の中のやる気を探して壁をぼんやりと眺める。自分の中のやる気を探して。部活か。ちなみに俺は部活もせずにこうやってゲーム実況してるわけなんですけど、俺の中の部活はこれです。毎日毎日モニターに向かう日々。
それをいいとするか悪いとするかは、そういや今日体育祭だったわ。それは今日、そういや今日体育祭、あーなんか何々祭みたいなのさ多くない？このシーズンやっぱ秋ってさ体育祭とか、真夏に体育祭とかやったらぶっ倒れる人いっぱい出てダメだから、秋とかちょっと涼しくなったシーズンにやるんですよね、9月回って。だからね、今のシーズンとかちょうどいいかもしれない。とりあえずアニメ研究会から始めてみるしかないな。アニメは研究するよりただ見て、ああ面白い面白いってなってるのが一番楽しいんだよ。研究する必要はないよ。やっほー。トンジーさん、夏休み終わって1週間で体育祭。夏休み終わって1週間で体育祭。俺は1週間で文化祭があった。さより、俺がぼんやりしている間にさよりが教室に入ってきたようだ。俺は周りを見て教室で残った最後の人だということに気がついた。え、もう授業終わってんの？早っ。え？朝、さっき朝に出会ったのにもうなんか学校終わってね。あ、本当だ、夕日が差してる左から。はい、いえ、俺も一日こんだけ早く終わってくれたな、すっげえ楽なんだけど。トンジーさん、便利な世界。正直、たまに私よりもだらけてるよね、関心。あ、お前もだらけてんだ。左くんさん、左くんさん、いらっしゃい。こんにちは。ドキドキ文芸部をやってます。よろしくお願いします。あ、やば、これさ、あれじゃん。左くんさん、どんじーやほー。待って、俺重要なこと忘れてたわ。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、録画してた。あっぶな、危な、録画してなかったと思った、やば、怖っ。よかった、録画してて。正直たまに私より読んだけてるね、関心。部活に遅れそうなら待たなくてもいいよ。あ、こいつ部活やってんだ。へえ、何部。あら、ちょっとした励ましが必要かなって思って、それに、あんまそのデスクトップ見せんな。それに私の部に来てもいいんだよ。こいつ何部入ってんの。別にあれじゃん、出るとこ出てないから大丈夫大丈夫。私の部に来てもいいんだよ。お前な、うん、俺がそこに行くはずがないだろう。ケチだ。トンジーさん、文芸部。あー、おいバカ野郎、ネタバレすんだバカ野郎。おい、陸上部かなんかやと思ったやん。こんだけ活発的な女の子やから、ギャルゲのしすぎか俺も。あー、文芸部なんだ。まあそうか、言っちゃあかんやろ。あ、すぐ来るんだ、ならいいわ。うん、数秒後にネタバレが追いつくんなら、うん、大丈夫ね。それはネタバレのうちに入んね。それでは文芸部の副部長をやっている。文学に関心を持っていたなんて知らなかったが、あとネタバレ系のコメント禁止です。はい、それだけ言っとくぞ。トンジーさん、クソ早めに対策された。天下スポプスさん、ネタバレ禁止。はい、以上。文学に関心を持っていたなんて知らなかったが、うん、お電話も文学に関心ないし、現代で文学に関心ある子って少ないと思う。だいたいさ、昔で文学に関心ある子供だってさ、文学への関心が行くは、文学への行くはずだった関心もね、みんなツイッターとかさ、そっちの方に向いてるよね、今の現代の子って。本来ならば文学に向くはずだった関心がツイッターとかそっちの方に行ってる、スマホとかね。実際部設立の手伝いをするのは楽しそうだからというだけで、そこにいる 90%、9% 持ってる。ああ、部設立の手伝いをするんだこいつ。部を提案した人の初めての賛同者だったから、副部長の座に着いたみたいだ。それに俺の文学への興味は彼女以下だろう。そうか、じゃあアニメ部に行ってくる。お願いだから来てくれない？
どうしてそこまで必死なんだよ。だって昨日みたいな新入部員連れてくって言った、昨日みんなに新入部員連れてくって言っちゃったし、それに夏希ちゃんがカップケーキとか作ってきてくれるし、女の子がカップケーキ作ってくれるなら行こうかな。でも俺みたいな陰キャが言ったってさ、何この陰キャって思われて終わるから行かない。そういうシチュエーションが絶対にある現実であっても行かない。へえ、守れない約束なんてするなよ。サヨリが本当にアホの子なのか、それとも全部計算づくなのかはわからない。俺は大きくため息をついた。わかった、カップケーキに免じて寄るとするよ。やった、よし行こう。というわけで俺はカップケーキに魂を売ったのだ。魂を売った。やれやれと思いながらさよりの後について校舎を渡り階段を上っていく。着いたのは学校の中でも普段は3年生の授業や活動で使用される、自分はめったに行くことがない場所だった。さよりは元気いっぱいに教室のドアを開けた。アニメとかでよくありがちな展開なんですけど、部活動とか、なんだ、部室とかのみに使用される校舎ってあるじゃないですか。現実でそんな校舎絶対ないから。みんな新入部員を連れてきたよ。新入部員って呼ぶなって。トンジーさん、え、ないよね。教室を一目見渡した。ない。ようこそ文芸部へ、お会いできて嬉しいです。俺紫の髪の子ってあんまり好みじゃない。女子 A、 名前が解禁されるまでは女子 A と表示される。かわいそうだ。トンジーさん、ボイン。まあ確かに俺もね、なんだ、新しいクラスとかになった、クラス替えとかになった時ね、周りのやつ全員知らないから名前覚える気もないし、基本的にそっから1ヶ月はね、クラスメイト ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ で数える。ごめん、ちょっと思った。さゆりちゃんからあなたのことはよく聞いています。正気男子連れてきたわけ。覚えてやれよ。雰囲気ぶっ壊しじゃない。あ、天かすくんよく来てくれたわね。あ、俺一番左のこの子好みだよ。もうアニメにしか存在しないようなでっかいリボンついて綺麗なポインテールでまとめてる。あ、ほんとだ。さっきまでこの子胸あるなって、意外と胸あるなって思ってたのに、この二人ってなんだ、急にまな板になったわ。あ、天かすくんよく来てくれたわね。ようこそ文芸部。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。あ、こいつも可愛い子って認識はあるんだ、一応こいつは。あんた何見てんのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。まな板。ごめん。夏希ちゃん。ふん。なんだか当たりの強いこの女の子は初めて見る子だ。夏希というらしい。トンジーさん、天さんと同じような思考かな。小さい容姿からして1年生だろうか。さゆりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。へえ、俺甘いの好きだからね、ケーキ作りとかが趣味の女の子がいいな。でも同棲した時にケーキ作りはやめてほしい。なんでかっていうと、俺の母ちゃんが、父ちゃんと俺がまだ生まれる前のことですね、まだ貧乏だった頃に俺を産んだ育休を取ってて、それですごい暇だったからケーキをいっぱい作ってたんですよね。でケーキいっぱい作ってたら、ケーキを焼く光熱費で3万とかいって金、電気代が。それでうちはケーキを作らなくなった。本当に貧乏してた時期にそんなことがあったからって聞いてるから。はい、不機嫌な時は放っといていいよ。さゆりは俺にこう耳打ちし、みんなの方に向き直した。とにかくこの子が夏希ちゃん、いつも元気いっぱいだよ。それでこっちがゆりちゃん、この部活で一番の才能じゃねえわ。はい、読めない。そんな風に言わないでください。おどおどして他の子に比べやや大人っぽいこの子は、ゆりという
ゆりというらしい。さゆりやなつきのようなタイプと一緒にやっていくのに苦労していそうだ。秀才。はい。2人ともよろしく。聞いた感じ、2人は知り合いなの？ええ。また会えて嬉しいわね、天かすくん。俺思ったんだけどさ、視聴者さんがさ、ひらがなで打ってくれればいいのか。視聴者さんがね、これこうやって読むんだよって言って、コメントでもし漢字できてたら、ぼよみちゃんが読み間違える可能性があるから、俺間違えて漢字を覚えるかもしれない。また会えて嬉しいわ、天かすくん。モニカ。え、誰こいつ、また会えて。なんかあったの？ギャルゲでよくある展開の過去になんかあったみたいな。それで、発展していくみたいな。モニカ優しく微笑む。うわあ、急に媚び打ってきた。俺に胸を突き出し、やばこいつ。去年クラスメイトだったので互いの顔は知っている。まあ話したことはほとんどないんだが。はい。まあいいでしょう。いろいろ引っかかるところはありますけどいいでしょう。モニカは。ポーズチェンジ。ん？これなんて読むんですか。まあいいわ。文武両道ですね。はい。おそらくクラスで一番人気だった女の子だ。彩色兼備でいいの？わかんない。彩色兼備はなんか違うような気がする。はい。要するに高嶺の花だ。だから彼女に微笑まれて、なんというか。こっちこそ。トンジーさん、読めないけど可愛いってこと。ああ、可愛いってこと、オッケー。こっちに座って点火するスペース作ったから私がモニカちゃんの隣がいてるよ。彩色兼備。なんか部活動のみに使用される校舎のくせに椅子とかめっちゃ立派に並んでない？やば、うちの学校の椅子とかよりも全然立派なんだけど、めっちゃ綺麗じゃん。俺こういうとこ住みたい。住みたいじゃねえや。来る。授業受けたい。住んでどうすんだ。絶対学校なんかに住みたくないぞ。怖い。カップケーキ持ってくるね。ちょっと私が作ったんだから私が持ってくるわよ。ごめんごめん、ちょっと楽しみすぎて。それでは私はお茶を入れますね。3年で使うって言ってたぞ。あ、3年で使うって言ってた。ごめん。絶対わかんないわ。あんま覚えてない。過去のシナリオ。さゆの言った通り、モニカとさゆの隣が一つずつ空いている。夏希とユリは教室の隅に向かった。夏希はホイルで包まれたトレイを取り、ユリはクローゼットを開けている。なんだか未だ気まずさを感じて、俺はさゆり、俺はとりあえずさゆりの隣の席に座る。夏希はトレイを持って誇らしげにテーブルへやってきた。準備はいいかしら。んじゃじゃーん。これエンターキーでもいけんのかな。いけた。うわあ。夏希がアルミホイルをめくると白くて可愛い子猫のようなカップケーキが12個顔を見せた。猫のひげはアイジングで、耳はチョコで作られているようだ。カップケーキは見せない。すごくかわいい。インスタ映えだ、インスタ映え。夏希がお菓子作り得意だったなんてね。あ、違うわ、ごめん。俺さ、勘違いしてた。この子とこの子をさ、勘違いしててさ、この子はさっき胸あったのにな、なんか一挙に胸なくなったなみたいな話したけど、ごめん、この子とこの子別だった。分かりづらい。顔同じだから。同じでしょ、これ。わかんないわ。ごめんなさい。夏希推しの皆さんすいませんでした。へへ、まあね。早く食べてよね。おじいさん、胸違い。胸違い。やだな、胸違いってワードがやだわ。さよりが一つ手に取り、モニカと俺も続いた。おいしい。さよりはカップケーキを口いっぱいにして話し、顔に愛人がついてしまっている。俺は食べやすい向きを探してカップケーキを回す。夏希は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の視線を気にせずにはいられない。俺が食べるのを待っているのか。常にカップケーキを口に運ぶ。アイジングは甘く風味豊かで、これ本当に夏希が作ったのか。
これすごく美味しいぞ。ありがとう、夏希。な、何言ってんの別に。ツンデレはかな、この子。どっかで聞いたことあるような。別にあんたのために作ったわけじゃないし。え、実際そうなんじゃないのか。セリもそう言ってたし。まあ、そうね。あ、この角度いいわ、この、この。あの、前髪の影で、ここの横の髪がすごい、影ができてるところに、この顔、顔ね、半分が、ちょっと顔を反らしてて、ここに影ができている感じ、すっごいクールで俺は好き。で、でも、あくまで新入部員のためで、あんた個人のためじゃないんだからね、バカ。わかったわかったって。そもそも俺みたいな陰キャはね、女の子にバカとすら言ってもらえないからな。はい。夏希の変なロンデには降参して会話を終わらせる。ユリはティーセットを抱えてテーブルに戻ってくる。彼女は慎重にみんなの前にティーカップを置き、カップケーキのあるトレーの隣にティーポットを置いた。教室にティーセットを置いてるのか。教室にティーセットを置いてる。軽音の麦ちゃんみたいだな。部室にティーセットがある。あと、鈴宮春妃とかね。トンジーさん、ペタンコってツンデレ枠多くない？流行らないんでしょ、巨乳でツンデレって。教室にティーセット置いてるのか。大丈夫です。ちゃんと先生方の許可いただいてますから。許可出してんだ。それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょう。ああ、そうだな。主人公が誘われて入った部活に絶対一人はいる。おとなしめの髪が長くて胸が大きめで常に隅っこで読書をしてて何らかの闇か秘密を抱えてるっていうキャラクター。テンプレート中のテンプレだね。そんなに怯えなくてもいいわ。よりはただのあなたの関心を引こうとしてだけよ。そんなこと。からかわれてユリはそっぽを向く。私はただその、あーやばいな、俺女の子の横顔に弱いかもしれん。分かってるよ。まあ茶を飲みながら読書は幼馴染のない習慣な馴染みのない習慣だが、髪が胸に乗ってるのすごいよね。お茶は普通に好きだから。まずさ、こんだけの髪長かったらどんだけ校則が緩い学校でもなんか先生に注意されると思うよ。よかった。ユリはほっとしたようにかすかに微笑んでる。モニカは眉を上げ、そして微笑んできた。そういえばあなたはどうして文芸部に入ろうと思ったの？おだこの質問が来るのを恐れていた。実はさよりに引きずられてきた。だなんて言うべきではない気がする。まあ、まだ部活に入ってないし、それにさよりがこの部活でのすごく楽しそうにしてるみたいだから。まず不便だろ。それな。いくら女性でもさ、肩にかかってちょっとくらいの髪をでも手入れするのめっちゃ大変なのに、この腰とかまで長くなると大変の次元超えるよ。トンジーさん、リボンでこの長さはやばすぎる。確かにリボンで結んでてこの長さはやばいな。これあれじゃ、リボン取ったら足までかかんじゃね。身長くらいあるんじゃねこいつ。それでいいのよ、恥ずかしがらないで。あなたが居心地いいって感じるようにしてみせるから。なんか積極的。俺女の子にあなたが居心地いいって感じられるようにしてみせるからって言われたことないよ。だ、視聴者さんとかもないでしょ。部活で入ったばっかのさ、部活、その入ったばっかの部活にいた女の子に居心地いいようにそのしてくれるってなくない？ないでしょ。さん、言ってくれる女子いるわけねえじゃん。文芸部の部長として部室を楽しくワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。あ、こいつ部長なの。トンジーさん、モニカ驚いたよ。言ってくれるとしても猫かぶってるだろ。どうして自分の部を立ち上げようとしてんだ。確かに猫かぶってるな。そいつをそれを本心からやつってほぼいないと思う。モニカならどんなメジャーな部でも幹部いないだろうに。幹部って言い方。去年はディベート部の部長じゃなかったっけ。ディベート部ってカオスそう、陰キャしかいなさそう。
さっきみたいなさ、だがっていう口調のやつとかしかいなさそう。絶対嫌だわ、ディベート部。トンジーさん、入りたくね、スクールカースト分かってるね。あはは、まあそうなんだけど。あー、やばい。急にこびてきた、こいつ、俺に。正直に言うと、大きな部の部内政治ももううんざりだったの。部内政治。え？ディベート？討論、討論。討論。ディベートとは討論である。簡単に言うと。予算か宣伝かイベントのことしか話してない気がしてね。お金関係と女でどれだけ釣るかと、あれだな、っていうことをこいつはやってきたんだよな、今まで。で、それでいや、うんざりしたんだよな。それはまあ仕方ない。そういう日もあるさ。そんなことをしてるより自分が好きなものを通して特別な何かを作りたかったの。あら？それで誰かを文学の道に引き込めたら本望よ。モニカちゃんは最高のリーダーだよ。よりも同意してうなずいている。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部を始めるのは大変だっただろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いってわけではないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと、特にね。アニメ研究会とかさ、文芸部もあったらさ、ツイッター研究部とかあってもいいの、いいような気がする。みんなに楽しくて価値があるものだと思わせないといけないわけで。そうなると文化祭ようなイベントはさらに重要になってくるわね。私は卒業するまでにはこの部をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょ、みんな。うん、最善を尽くします。当たり前でしょ。トンジーさん、1日中バズってるツイート探すの？1日中ツイッターバズバズってツイートを探し、バズってるツイートを探し、それの傾向を見てどれだけバズらせることができるかっていう部活、ツイッター研究部。みんながみんな熱意を持って同意する。こんなにも違う女の子たちがみんな一つの目標を目指しているとは。この3人を集めるのにもモニカは相当苦労したんだろう。だからこんな新入部員を大いに歓迎しているのだろうか。あ、ちなみに俺も初見さん歓迎していらっしゃいますので、いらっしゃいますって自分で言ったらおかしいか。まあまあまあ、ぜひね、この動画のアーカイブ見てる方はチャンネル登録、今オープンデックのライブ配信見てる方はフォローとコメントの方よろしくお願いします。ツイッターもやってます、よろしく。はい。ただ俺が彼女だと同じレベルで文学に熱意を持てるかどうかはまだわからない。あの、天かすさんは普段どんな本を読まれてるんですか？俺の妹がこんなに可愛いわけがない。あの天かすさんは普段どんな本を読まれてますか？トンジーさん、定期、初見さん歓迎。よければフォローしてってね。トンジーさん、作ってみた。ここ、ありがとうございます。トンジーさん、今の本何？俺の妹がこんなに可愛気がないっていう裏の部。あ、でもトンジーさん、モデレーターでよくね。モデレーターでよくね。モデレーターになりたかったら、なんかツイッターの DM からなりたいって言ってくれれば、モデレーターにしますので、よろしくお願いします。はい。なりたくなかったらいいです。ここ数年ほとんど、漫画とか、冗談マジに嘆く。好きな頭がピクンと反応した。別にやってもいいけど。何か言いたげだが黙っている。わかりました。まあまあ、DM ください。興味あれば。あまり読書家ではないんですね。今後の変化の余地はある。確かに。トンジーさん、俺は何言ってるんだろう。そもそもモデレーターいるの？モデレーターいない。ユリが悲しそうに笑ってたから考えなしに言ってしまった。それよりユリはどんな本を読むんだ？ユリは指先でティーカップの縁をなぞる。
私は重要で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。ああれな、ナローな、ナロー小説な。ごめん、ナロー小説な、ごめん、今の話訂正いたします。重要で複雑な世界観はナロー小説にはない。はい、ごめんなさい。その世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。ハリーポッターみたいなことかな、ファンタジーなあれで、なんか、うん、世界観がすごいって言ったら、そのような異世界で語れる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。そう、竿みたいな竿みたいなやつ。ユリは読書についてとても情熱的に語り続けた。いいね、こういうなんか自分のさ熱意のあるものをしっかりと、自分の興味あるものにしっかり情熱があって、それについて喋れる人間って今の時代少ないんですよ。やっぱそういう女の子はいいよね。意志がしっかりしてる女の子。俺が入室した瞬間から控えめでおどおどした様子だった彼女の目が急にパッと明るくなったことから察するに、彼女は人より本の世界に安らぎを見出すのだろう。俺は人よりゲームの世界に安らぎを見出す。でもね、他にも様々なものが好きですよ。奥深い心理的要素を含む物語には思わず夢中になってしまいますね。作家が読者の想像力不足を逆手にとって驚かせに来るなんてすごいですよね。でも最近よく読んでるのはホラーなんです。ホラーってタグを出さないで、ホラーゲームで。やだー。あー、ホラーなら俺も一度読んだことがあるな。さっきからずっとエビアン飲んでます。はい、ちょくちょく俺の手が止まるのは画質悪くね、直すわ。はい、どんなもん治った。俺は低レベルな自分が乗っかる話題を必死になって掴む。むしろなんか悪くなってる説あるな。ちょっと待って、直すわ。こんなもんかな。オッケー、ピント合ってる、ピント合ってる。この調子じゃユリは石とでも会話しておいた方がマシだ。本当にユリがホラー好きなんて意外だわ。こんな穏やかな人がホラーを読むとはね。そうかもしれませんね。でも作品に考えさせられた異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなってしまいます。シュールレアリスムホラーなんて少しの間かもしれませんが、世界の見方が変わってしまうことだってありますからね。ふう、私はホラーは苦手。あら、どうしてですか。だって私、夏希の目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。確かに夏希は可愛いことを書くのが好きだものね。そうでしょ。はは、どうしてそう思うのよ。前の部活の時、夏希が下書きの紙を置き忘れててポエムみたいなことか。どうやら詩を書いてたみたいで、タイトルは読むな。それでその紙返して、はいはい、読むなって言って、その紙返してって言ってさ、返してくれる人って絶対少ないよね。うん、返してくれたとしても写真とかで保存されてるよね。なつきちゃんのカップケーキになつきちゃんの詩。なつきちゃんはやることが全部可愛いな。さゆりはなつきの後ろにさっと移動して、なつきの肩を両手で置いた。夏希の肩に両手を置いた。可愛くない。夏希って詩を書くのか。え、まあたまにね。なんか問題ある。いや、すごいなって。他の人にも見せたりしないのか。嫌よ。夏希は目をそらした。そんな気に入られるようなものでもないし。ああ、まだあまり自信はない感じか。夏希ちゃんの感じていること分かります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよ。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。そういったものを見せるときは、読者に対して心を開いて自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところすら見せるつもりでいなければならないのですよ。ユリも筆筆の経験があるの。きっとユリが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるときに気が楽になるんじゃないかしら。
どうやらユリもナツキと同じみたいだな。あう、みんなの詩読みたかったな。みんな少しの間黙り込んだ。オッケー、あー急にこびてきたこいつ。みんな一つ考えがあるわ。夏希とユリはいぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして次会うときにみんなお互いにミサイコしましょうよ。そうすればみんな平等でしょ。うーん、家やってみようよ。それと新入部員も入ったことだし、互いをもっとよく知ったり絆を深めたりする機会になると思うわ。いい機会になると思うわ。そうでしょ天かすくん。モニカはまだ温かく微笑んだ。ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。何かしら。やっと俺が入部する話に戻ってきたところでずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺入部するなんて一言も言ってないぞ。それに説得されて寄っただけでまだ何も決めてない。まだ見学したい分もあるし、あとそう話していたこと、そうと話そうとしていたことが飛んでしまった。4人の女の子が失望の眼差しでこっちを見ている。でもごめんなさい、てっきりふん天かすみんな俺はこの子たちには無力だ。こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うか。要するにこの子たちと毎日を過ごすために詩を書くことが必要だというなら、そうだな。よし決めたよ、俺は文芸部に入部する。軽いなこいつ。一人ずつ彼女たちの目が湧く。輝く、やった、すごく嬉しい。それでは俺に腕を回しぴょんぴょんと飛び跳ねる。おい本当にびっくりしたんですよ。本当にカップケーキのためだけに来てたら超怒ってたんだからね。さあこれで正式ね。ようこそ文芸部へ。ありがとう。よしみんな、これにて今日の部活は終了ね。お疲れ様。みんな今日の宿題忘れないでね。次の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。俺だったら絶対に忘れてて、忘れてたって言って放課後と部活を行くほんの数分間で適当に書くな。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。天かすくんが自分をどう表現するか楽しみにしているわ。へへ、ああ俺なんか三流の文章力でクラスのスターだったモニカのいい印象を与えることなんてできるのだろうか。俺はすでに不安が湧き上がってくるのを感じた。その一方で女子たちはおしゃべりを続けていた。ユイとナツキは食べ物を片付けている。ねえ天かす、どうせ今一緒なんだし一緒に帰らない？おじゃあ一緒に帰るか。そうだ、さゆりはいつも部活で学校に残っていたので、さゆりと俺が一緒に帰ることはもうなかった。ああそうするか、やった。というわけで俺とさゆりは部室を出て一緒に帰ることにした。道中俺は何度も4人の女の子のことを思い浮かべる。さゆり、夏希、ゆり、そしてもちろんモニカ。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。よし、この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるのだろう。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選んでね。あなたの詩が一番好きだった人とは何かいいことが起きるかも。どういうことマジで。わかんない、こういうモードあるんだ。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選ぶ。あー俺まだお気に入りモニカかこのこいつなんだけど、何？恐ろしい不安定、抑えられない闇、絶望、泣く、水着、宝物、ミリク、鮮明。いや俺怖いの極力避けたいんすけど、
エンターテイメントを求めとした恐ろしい不安定闇恐れ、ね、俺の好きそうなのからしたらミルク、心ぴょんぴょん、孤独、くるくる、怠惰、旋風、ベッド、絶頂、捕虜、スカート、ゲーム、愛、霊気、ファンタジー、あ、ごめんなさい、これで独断と偏見でさ、俺の好きな通り選んでるからね、あのこのこれ関係ねえから。トンジーさん、それの選び方でルート変わるらしいね。あ、これの選び方でルート変わんの。あ、じゃあなんか俺の好きなように選ぶわ、とりあえず俺の好きなように選んでるし、今そのまんま好きなように選ぶ、なんか俺の頭の中でビンときた単語をいく、熱情、アニメ、うつ病、実際に俺がそうだしね、かじる、かじる、かじる、欲望、家族、天かすくん今日も来たのね、すっぽかされなくてよかったわ、あはは、いやそんな心配するなって、意外かもしれないが、これでも俺は約束だけは守るタイプなんだ。そんなことで俺は文芸部に戻ってきた。俺が最後に来たようで、他のみんなとっくにのんびりとしていた。約束を守っていただいてありがとうございます、天かすさん。あなたの気苦労を、あなたに気苦労を負わせていないといいのですが。幼馴染がない文学の世界に唐突飛び込ませ、馴染みがない文学の世界に突然飛び込ませているようなものなので、もう何を甘やかす必要なんてないでしょう。さゆりから聞いたけど、あんた今年はどの部活に入るつもり、あ、どこの部活に入るつもりでもなかった。それに去年だって、あんたはここに来てただダラダラと過ごそうと考えているのかもしれないけど、真面目にやらないのなら、ここで過ごす時間もそう長くはないと思いなさい。夏木、部室に漫画コレクションを揃えている割には大口叩くので。漫画コレクション部室に置くんだ。置いていいんだ。俺なんか部活の、あれだな、遠征行った時に、なんかキングダム持ってきたやつがいて、全巻。それでめっちゃ怒られてたな。キングダム全巻めっちゃかさばんのにね。カバンこんなんなってたしね。も、ま、む。夏希はモニカと漫画どちらもつかずの言葉を発しようとしている。漫画は文学なの。あっさりと敗北し、夏希はどさっと席に戻った。心配無用だよみんな。天かすは新しいことは全力でやるもんね。私が頼んでもいないのに何か手伝ってくれたりするんだよ。料理とかお部屋の掃除とか大変になりますね。え、主人公この主人公こいつの部屋の掃除してんの。
それより、それはお前の部屋がすごく汚いからだぞ。俺も小学校6年生の時に、小学校6年、中学1年の時か、一緒の部活のやつがいて、そいつがの部屋がまあ汚くて、もう、ほこりとか、もう、宙舞ってんすよね。で、掃除するとき、俺、マスクと、軍手と、靴下として、あの、塔全開で、まあ、扇風機をつけた状態で、部屋のほこりをまず外に出しながら掃除しました。で、まあ、おなてみたいないっぱい転がってたし、あと、なんだ、あ、卵かけご飯の殻がね、殻っていうか、食べって捨てたやつが、あの、布団の下に入ってたり、あと、タバコだよね、タバコの吸い殻とかも落ちてたし、ひどかった。それに、家が火事寸前になってたこともあったし、え、ああ、それは、せいちゃんたち、本当に仲がいいんですね。少し羨ましいです。そうかな、ゆりちゃんと天かすだったら、きっと素敵な友達になれるよ。さっさより、ん？いつものことだが、俺をおかしな状況に巻き込んでいることに、さよりは気づいていないようだ。天然ってやつだ。どうだ、そうだ、ゆりちゃんなんて、天かすのために今日何か持ってきてくれたみたいだし。まあ待って、せいちゃん。こいつ俺のこと好きなの？気があんのかな？そのルートで行きたい。え、俺？そういうものでは。恥ずかしがらなくていいのに。本当にそういうものではなくて。何？激気にしないでください。大したものではないのに、さよりちゃん大げさすぎます。どうしよう。あれ、ごめんね、ゆりちゃん。私考えてなかった。つまり、この状況をどう乗り切るかは、俺次第なのか。まあまあ、そんな気にしなくていいよ。そもそも俺は何かを期待してたわけじゃないし。ゆりが親切にしてくれること自体が嬉しいサプライズだよ。どんなものでも俺は嬉しいよ。そうでしょうか。まあな、もしお前がそう思われたくないなら大げさには扱わない。わかりました。それではこれを。ゆりはカバンから本を一冊取り出した。仲間外れだと感じてほしくなくて。天かすさんが楽しめそうな本を選んでみました。何、など小説かなんか。短編なので、普段本を読まない天かすさんでも集中力が途切れにくいと思います。それに、ほら、もしできたら、話し合ったりできればと。なんだか急にこいつが可愛く見えてきたぞ。それに、読書に慣れていない俺が気に入りそうな本まで見繕ってくれて。ゆりありがとう、絶対読むよ。俺、人から借りた本読んだことねえな。なんかあれだ、小学生の時に生きって大学教授とか読むような本を借りてきて、それで結局1ページも読まずに図書館に返したことがある。ほう、ご自身のペースで読み進めてくださいね。あなたの感想を楽しみにしてます。やっとみんなが一段落ついたところで、俺はモニカの部屋、モニカからの部活らしい指示があるのを待った。だがそういうわけでもないようだ。さよりとモニカは部屋の隅でワイワイおしゃべりをしているし、ユリはすでに本を顔を埋めている。この瞬間を待っていたかのような彼女の真剣な表情につい目がいってしまう。一方、夏希はクローゼットを物色している。もう、夏希の苛立った声が部室のクローゼットから聞こえた。何かに怒っているようだ。もし手が必要であればと思い、小田は彼女に近づいた。その中で探し物か？モニカのやつ。あいつ絶対私のものを元の場所に戻してくれないんだもの。これ夏希ルート入ったかな？そう思いません？どうかな？あー、なんかここに、ね、左にね、あれあるな。なんか学校のポスター的な。小学生の時こういうなんかポスターみたいな授業中で作らされませんでした？そんな記憶あるわ。ちゃんと整頓してるのに、誰かさんのせいですぐごちゃごちゃになるから意味ないじゃない。夏希は積み上げられた本や箱を棚に収めていく。漫画か、あんたも読むでしょ？ああ、たまには。漫画とは相手をよく知るまでなかなか打ち明けられないような趣味の一つだ。そうだね、ライトノベルや PC ゲームやアニメやナロー小説や、そんなのってね、
相手をよく知るまで打ち明けられるような趣味やでね。それは思うわ。うん、だからまあ俺は話し合うようにヤフーニュース毎日見てるわ。うん、クラスの人とね話し合うようにヤフーニュースとか見て、あ天気悪いっすねみたいな、あれしょって、そうあそこの県こんなんなってんしょって、やばいよねって、停電だからもうほんと親戚そこにおるから何もできんわみたいな話をするために、あとなんだガリガリ君値上げとかね、昔あったヤフーニュース、そういう話で俺はして、そういう話をするために俺はヤフーニュースを見てたっていうか、なんで知ってるんだ、なんでっていうか、なんで消えるんだフルスクリーンモードにしてるのに。だいつだったかあんたが話してたのを聞いたから、それになんか顔に書いてあるし、どういう意味だそれは。そうそうか、さまざまな本や漫画の山の間に一つだけポツンと置いてる漫画を見つけた、気になって俺はその漫画を引っ張り出してみた。あった、夏希はそれをひったくる。夏希は中に漫画を並んだ箱を開け、それを漫画の列のちょうど真ん中にしまった。ふう、これでよし。綺麗に本が並んでるのに一つだけ欠けているのを見るとどうしても気になっちゃうのよね。そこに本棚あるんですけど、俺進撃の巨人全巻あるんだけどね、本棚収まりきんないですね、ちっちゃい本棚だから。だからね、本棚ね、ここにね、一巻があったとしたら、こっちでやってもわかんねえな。こっちで一巻があったとしたら、こっちに二巻、こっちに三巻、四巻みたいな、こんなになってるんですよね。うん。俺、そういうのは気にしない。結局、読まなくなって、売るときに全巻揃ってればいいから。漫画とか、それはわかる。俺も近づいて、夏希がうっといと眺める箱を、の中を見てみる。パフェガールズ、人生で一度も聞いたことない作品だ。つまりこれは俺の守備範囲外か単純に面白くないかのいずれかだろう。偏見の目で見るなら、あの窓ガラスの外から見てなさい。偏見とかじゃない、まだ何も言ってないだろう。あんたの言い方でそう感じたから。でも一つだけ教えておくわ、天かす。これは文芸部直々の教えだと思いなさい。本を表紙で判断しないことよ。むしろ、夏希はパフェガールズの一巻を箱の中から取り出してみた。それがどういうことか教えてあげる。そしてそれを俺の手に押し付けた。おい、小田は表紙を眺める。そこにはカラフルな衣装をまとった4人の女の子がアニメっぽいポーズをとっているのが書かれている。非常に萌えだ。シンフォギアみたいなこと。突っ立ってるんじゃないわよ。わあ。夏希は俺の腕を掴んでクローゼットの中から引っ張り出した。そして彼女は窓際の壁を背に床に座り込んだ。机？床だよねこれ。すぐ隣の、あ？机か。待って、この感じわかんないわ。椅子に座った方がいいんじゃないのか。あ、床か。床で合ってるわ。そいつも俺も隣に座る。椅子じゃダメ。それだと同時に読めないでしょ。同時に読むの？超近距離じゃん。え、なんで？あ、確かにこうした方が近づけるか。言うんじゃないわよ。気まずくないでしょ。夏希は腕を組むと床を滑って離れていった。悪い。俺をまさかこんなに接近することになるとは思わなかったが、まあ嫌というわけではないかな。俺は漫画を開いた。なんで主人公ってさ、意識しないんだろう、こういう時。しばらくすると夏希は俺に気づかれまいとゆっくり近づき、元の場所まで戻ってきた。俺の肩の横から覗き込む彼女が俺よりも読み始めるのを楽しみにしているのがわかる。冒頭読むのも随分久しぶりね。ん？時々前の方読み返したりしないのか。そんなにしないわね。前回読み終わったらたまにするくらいかした。それよりちゃんと読んでるの？ああ。読んではいるが、話に大きな展開は起きていないからまだ会話することはできる。仲のいい女子高生たちの話のようだ。よくある日常系ってやつだ。
話の筋がなくても面白い作品は真似だから最近読まなくなってしまったじゃんだ。俺あれ金沢に住んでて金沢弁だから標準語ってすっごいイントネーション発音しづらいんですよね。金沢ってどっちかというとね、東京っていうより関西寄りだから訛りが。最近天さんの配信よく固まるんだけど、こっちの環境のせいかな。最近天さんの配信よく固まるんだけど、こっちの環境、多分こっちの環境のせいだと思います。すいません全処します。あのなんていうかね、天気悪いプラス10時頃は回線が悪い。ごめんなさい、それは申し訳ない。はい晴れだったら全然大丈夫。話の筋がなくても面白い作品は前だから最近読まなくなってしまったじゃんだ。でこれって何の話なんだ。むしろこの話に筋はあるのか。あるに決まってでしょ。話の筋のないものを私が読むとでも思っているの。だってまあ言いたいことは分かる気がするわ。確かに最初の方は単純な話が多いわ。中にはアイス屋のお兄さんをみんなが大好きになっちゃうすっごく笑い話とかもあるわよ。アイス屋のお兄さん、トルコアイスのお兄さんか。こうやってくるってやってコーンだけ取らせて中身の肝心な中身のアイスだけやんないみたいなそれを読めばキャラの理解が深まるわ。それにそれだけでも面白いんだけど、次第にドラマチックな展開が増えるの。キャラを深く掘り下げてからの恋愛関係の話が始まるとどんどん引き込まれていくんだから、感動的なシーンがいっぱいあるのよ。へえ、そんな感じなんだな。本当に漫画を よく読み込んでるんだな。少し見直したよ。えへへ。トンジーさん、トルコアイスのお兄さんにアイス逆さまにされた逆にトルコアイスのお兄さんにアイス逆さまにされないと逆に詐欺だからね。トルコアイスってそういうもんだから、逆に詐欺。アイス逆さまにしてくんなかったら。それってどういうことよ。わあ、夏木に軽く押される。いや、本気のお前を今まで見たことがなかっただけで。ちょくちょくセーブ入れてなかったな、前のあそこで。まあいいわ、ちょくちょくセーブ入れようか。はい。うん、そういうことにしといてあげるわ。へえ、これはお菓子作りの回か。こうやってもしかしてお菓子作りのシーンが多いのか。それは、夏希は何かを認めたくないかのように一瞬止まった。料理をする、クッキングをする漫画って。俺クッキングパパくらいしか知んないんだけど。そうよ、それがどうしたの。いや、気になっただけだ。お前もお菓子作りが好きなんだろ。それはたまたまよ。この漫画を読み始めたと同時に同じ時期にお菓子作りにハマり出したの。俺も小学校5年と中学2年の終わりごとにお菓子作りにハマってたな。でも意外とバターで大量に使ってクッキーとか焼いてカロリーが多いっていうことを理解した時にやめたな。この漫画で見たからって何か始めたりするわけないでしょそんなに単純な人がいたら同情するわブーメラン。あ、トンジーさんさっきフォートでピング300超えしててなんでかって思ったらマッチング地域ブラジルになってた見直しなさい、設定を。絶対たまたまじゃない。夏希がお菓子作りが好きな理由が分かった気がする。それでも漫画からハマった趣味の中でも間違いなくそれはいい趣味の一つだろう。それにかなりうまいんだから文句のつけようがないよな。わあ、かわいい。数分間二人で漫画を読み進める。俺はこの時点で何話かは読み終えていた。このままじゃお前は退屈しないのか。しないわ。かわいい。俺がこれを読んでるのを見てるだけなのに。それはそれでいいわ。こうやってさ、逆の立場だと気持ち悪いって言われて終わるよね。女の子が男の子を見てるからいいのであって、あの読書している女の子をずっと凝視している男の子がいたらそれはそれで気持ち悪いからやばいと思うんだよね。女の子が男を見てるから許されるんであって、男が女を見てたらやばい。この状況逆だったらね、大変なことになりますよ皆さん。絶対にしないように。
それを言うのなら、好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいのかもな。トンジーさん、3年使う教室なのに漫画押し込んであるのか。3年使う教室なのに漫画押し込んである。トンジーさん、ブーメラン。それひどいな。あ、好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいって言いますんで、はい、天かすさんの楽しいね、大好きな大好きな天かすさんの配信もね、誰かとツイッターとかで共有していただければと思います。はい、よろしくお願いします。俺も好きな作品を友達に勧めて、それを読み始めてくれたら嬉しくなるし、うん、同じ、俺も友達にアニメ布教しようと思ってそれを見てくれてって言ってなるのはすごい嬉しいな。俺アニメ布教したエピソードで一つあるんですけど、塾の休憩時間に進めようと思ったことはある、はあ、俺塾の休憩時間にラブライブの夏色映画でワンツージャンプっていうアニメーションの PV を見てたんですよね。塾の時にの休み時間に PV を見てて、で横にいるめっちゃ仲のいい友達が、うわお前そんな見てんの気持ち悪いって言って、でその1ヶ月後くらいに友達にラブライブを布教して、1年後にその塾の休憩時間に夏色笑顔でワンツージャンプを見てたんですよ、そのアニメーション。もうそれ見た瞬間1年前のこと振り返って、もう友達の頭をパチン叩いて、お前何しとんのやって。はい、俺も好きな作品金を友達に勧めて、それを読み始めてくれたら嬉しくなるし、そういうのあるだろ。ん？ないか。目キョロって動いた可愛い。私はよくわからないというか、なんだ。友達と漫画の話をしたりしないのか。あんまりしつこく聞かないでおいてくれる友達がいないのかこいつ。まったく。あ、すまん。ふん。こんなの友達に読ませられるわけないでしょ。みんな漫画は子供の娯楽だと思ってるし、こんな話をしたら絶対、まだそんなの読んでるなって言われるもんだから、自分に重ねんな。ごめんなさい、俺のゲーム実況特殊なんですよ、それを理解してほしい。あの他のゲーム実況と違うのは、あの他のゲーム実況者のこういう人やたちやるのってさ、大体あのアニメーションに、こアニメーションじゃゲームの方に重点を置くけど、俺ゲームから話を広げてくっていう話を広げてくっていう、そういうのだからあんま気にしないでください。そういうのが嫌いっていう人はブラウザバックやろ。はい、顔を殴ってやりたくなるわ。あー、わかる、そういうやついるよな。この趣味を理解してくれる人ってそうそういないよな。ただでさえ同志も少ないのに。俺は元からはみ出し者だったから似たような人間が次第に周りに集まってきたけど、お前みたいなのは大変だと思うよ。ふん、まあそれで大体合ってるわ。ん？どの部分がだ？自分の部屋に置くことすらためらうのも、パパに見つかったらどうなるかわかんないし、俺も母親に見つかって抱き枕カバー捨てられたな。美少女系アニメの抱き枕カバー捨てられた記憶がある。部屋に置いておけばせめては安全だから。モニカのことはさておき、もうどうしてもあいつには勝てないみたいね。まあ置いてた会話あったんじゃないか。俺にもこうやって読ませてくれてるんだし。でも何の解決にもなってないじゃない。そうかもしれないが、でも楽しんでるんだろ。部屋じゃなくて部室な。ああ、部室ごめんね。それが？母、もういいでしょ？続きを読むの？読まないの？読みます、読みます。はいはい。俺はページをめくった。その瞬間、夏希が突然笑い出した。あははは。こういう展開だったの、すっかり忘れてたわ。ああ、いいね。喜怒哀楽をしっかりとこういうとこで出してくれる女の子って素直に可愛いと思う。それが顔はどうであれ自分の気持ちを表に出せることって素晴らしいことだと思う。俺はそれは男でも同じだけど女の子だと余計にね。夏希は一つの駒を指さした。実りが私が
みのりが私が一番好きなキャラなんだけど、いつも運が悪いから同情しちゃうのよね。でも特にひどいのが、まだそこは喋ったらダメだね。早くその話を読み終えて。夏希の声が期待にきらめいて聞こえる。普段の威張った雰囲気とは正反対だ。きっと友達と好きな漫画を語ることがないからだろう。こうやって人とつながると言葉では語れないような気持ちになるものだ。夏希にとっては滅多にない機会を俺が作っていると思う。そんなことを考えていると俺も伝えて少し微笑んでしまう。よし、みんな、今日の詩は準備できているかしら。ああ、もう今すっごくいいとこなのに。ごめんなさい。時間は十分に取っておきたいの。でも二人ともそこ居心地よさそうね。え？な。その瞬間に夏希はどれほど接近していたのかに気づき、瞬時に床を滑って俺から30センチほど距離を取ってしまった。でも30センチってこんくらいだよ。こんくらいか。こんくらい離れてもさ、結構近くね。わかった。今日はここまでにしておくか。小田は漫画を閉じて夏希へ差し出す。返すな。続きが気にならないの。そう、30センチは足りないよな、確かに。まあそうだけど、さっきモニカが、バカね、持って帰ればいいじゃない。え？いいのか。空いた時間で読むつもりはあまりないと思いつつの発言だったが、当たり前でしょ。そうでもしないと一生読み終わらないし。明日までに読み終えて次の巻に進みましょう。あと折ったら殺すわよ。本を折るって何？明日までに。ああ、ページを折るってことか。まだ半分も読み終えてないのに。これを読んでたらアニメを見逃してしまうかもしれない。しかし夏希の喜ぶ顔を見るためには必要な犠牲なのかもしれない。いや絶対無理。主人、俺がね、気を寄せる女の子のためにならアニメの時間を犠牲にしてもいいけど、別に俺、この天かすっていう主人公はね、別にこの夏希にさ、まだ気があるってわけじゃないじゃないですか。なのに自分のアニメの時間を削れるって相当な、持ってるよな、こいつ。それとも、俺はもし読め終わらなかった時のことを、恐れているのだろうか。アニメダイナリーかわいい子。わかったよ。小田たちがり。自分の荷物を置いた場所まで戻り、書いた漫画を慎重にカバンにしまった。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。ああ。身が引き締まる。こんな恥ずかしいところになんで小田賛成してしまったんだ。今までこんなことをやった経験がないからが、それといったインスピレーションもわからなかった。俺、インスピレーションって言葉が自分で使えないですけど、意味もほんわかとしか分かってないから、ちょこんとしか、インスピレーションの意味分かってないから、インスピレーションって言葉使えない。さて、みんなも準備できたみたいだし、詩を見せる相手を見つけましょう。もう待ちきれないよ。さゆりとモニカは、威張り切りながら、威張り切りながらってなんだ、張り切りながら詩を取り出している。さゆりの詩はリングノートから破いた一枚の紙に。インスピレーションって思いつきみたいな感じ。ああ、なるほど、そういうこと。だそういうのは分かるけど、その具体的な意味っていうか、もうちょっと深い、その広辞苑に載ってるような意味が分かんない。リングノートから破いた一枚の紙に書かれているようだ。一方、モニカの詩は作文用のノートに書いてある。俺の席からでもモニカの素朴な字が見て取れる。素朴じゃねえな、これ。なんて読むの？夏希とユリも渋々ばっか取り出して応じる。同じように俺もそうした。最初に詩を見せるのに誰にしようかしら。これでルート決まんの？上書きすっか。おじいさん、純木。純木、オッケー。最初に詩を見せるの。
まあでもさっきの感じで言えばどうだろうな。なつき？あ、なつきってトン誰ジーだっさけ？ん、好きな子にしとけ。好きな子にしとけ。ごめん、キャラの名前をど忘れした。文字読むことに集中しすぎてキャラを覚えてないんですよね、未だに。キャラと、顔と名前が一致しない。トンジーさん、なつきぺったんこ。あー、なるほどね。トンジーさん、ゆりおとなしい。なつきやな、なつき。トンジーさん、さより幼なじみ。昨日、夏希の死に興味あるって話してたところだし、彼女から始まるのが道理か。よし、まずは気に入らないところから指摘していくわ。まずそうね。夏希は俺の死を読み返す。いや、やっぱり今回何も言わないでおいてあげる。あ、言わないんだ。え、それだと死を見せ合う意味がないじゃないか。せっかくこれを書くために時間を割いたのに。うふ。それにお前の死を読んでみたいって言ったのを覚えてるだろう。これを書いてる時に考えたんだけど。お互いのものをもっと分かり合う助けになると思うんだ。モニカが言ってたようにさ。あんたの死が本当にひどかったから死を見せ合うのがもっと楽しかったわよ。あんたの死が本当にひどかったら死を見せ合うのがもっと楽しかったわよ。ひでえこと言うな、こいつ。あんたは何かバカな死を見せてきて、まだまだあんたに本物の文学ってものを見せてあげるわ。って言ってあげるつもりだったのに、台無しじゃない。よかったね。それはつまり気に入ったってことか。な。ナツキは何か言い返そうとしたが、言葉が出てこない。あんたね、あんた何も分かってないのね。ジボれた発言はよしなさいって前にも言ったでしょ。はい、すいません、自重します。いや、言ってないだろ。そう。 これなんて読むの？俺はトン夏ジー希に嫌さわれん、ているのうか。ぬぼれた。死を気に入られたことがいいことだったのか悪いことだったのかよくわからない。何でもいいが、とにかくお前の死を見せてくれよ。グー、いいわね、見せてあげようじゃない。今断ったって、どうせ後でモニカに見トせンジーてやれっさてん、言われるし。とりごちる。わしは飛べる。猿は登れる。コオロギは飛び回って跳ねられる。馬はかけっこできる。フクロウは見つけられる。チーターは走れる。わしは飛べる。人は努力できる。だけどそれくらい。やめて、かわいそうになってくる。トンジーさん、やんでそう。やべえわ、こいつ。やばい、俺、こいつのルート入る自信がないわ。ね。あんたの好みに合わないでしょ。俺は好きだぞ。まあ、面白いけどね。俺は、嫌いではないけど、否定はしたくならなくいいよね。愛せる。愛せる、その、なんだ。愛せる、その、下手さ。ダサさっていうか。愛せる範囲の、下手さ。はあ？正直言いなさいよ。言ってるぞ。なんで俺が気に入らないってそんなに思ってるんだ？それは、だって。高校生って詩は洗練されたものだってイメージしがちでしょ。だからみんなは私の書くものを笑うの。ごめん、俺も笑ったわ。まあ仕方ないよ。それを書いたら見せないようにしなさい。けど詩を書く意義って自分を表現することだろう。ああ、いいこと言うじゃん。こいついいこと言うな。
筆のスタイルがどうであれ伝えたいことの正当性とは関係ないだろう。すごいなこいつ、こんなこと言える。俺こんなこと言えないぞ。その通りよ。まず俺文学に精通してないから分かんないですね、その辺は。はい。私は読みやすくてガツンとくるものが好きなの。確かに読みやすいしガツンとは来たらそれはそれを伝えたいとか、あのね、なんていうかな、その作品1本だけ持ってこられたらちょっとなってなる。2本か3本持ってこられたら、あ、こういうスタイルの詩を書く人なんだって、これはこれでいいだとはなるね。1本だけ持ってこられたら微妙。それはね、美術とかその辺に関しても同じだと思う。ごめん、あの美術とかに別に俺ノウハウがあるわけでも分かんないですけど、あのね、そのおしゃれなものとかさ、なんていうかな、その世界最先端って呼ばれてるものってさ、おじいさん、つまりのお筋の脳切って最先端って呼ばれてるものってさ、 それと同じようなおしゃれなのが、そのなんだ、数種類あるからそれが最先端になるわけで、例えばさ、俺が今ここですっごい適当な落書きして T シャツ作ったとしても、それは最先端になんないじゃん、流行の最先端って。確かに最先端でとんがってて先っちょ一つで、それでそういうことを言うのなら最先端になるけどさ、その一つ何個か持ってくれたら、その伝えたいことは分かるよね。一つだけ持ってこられてもあなたの伝えたいことは分かんないかもしれない。2、3個持ってこられたら、あ、こういう詩を書くんだって、それは俺はその確かに読みやすくてガツンとくるなと分かる、伝えたいことは分かるし、それはそれでいいなというのを理解できるけど、一冊だけ持ってこられても困る。この詩みたいにね、前のみんながうまくいってるのを見てるとなんだか落ち込んだりするから、うん、そのことについて書こうと思ったの。ああ、わかる。それにシンプルな文章のいいところは、言葉遊びに重点を置けってとこね。こいつそういうことを理解してちゃんと書いてんのか。なら俺はそれはもう文学として素晴らしい作品だと思う。俺はただ適当な落書きじゃないよ、こんだけ考えて書いてんなら俺はそれは文芸部の趣旨にちゃんと沿ってると思う。例えば私の詩も最後の韻を踏むように見せてわざと崩してみたり、そうすることで最後の一行から感情を引き出せるのよ。言われてみればそうかもな。俺が思っているより丁寧に作り込んでいたんだな。それがプロのやり方ってもんよ。プロの定義っていうのはお金をもらってるってことになるから、こいつはこの詩でお金をもらってないからプロには入んない。はい、論破。一つ学べてよかったじゃない。最年少の部員からは意外な収穫だったでしょ。まあそうかもな。最後の一言で彼女の機嫌を取ってやることにした。俺化してみれば年齢なんてどうでもいいのだが、夏希が誇らしげならば別にそれでいいだろう。次に詩を見せるの、誰でもいいよな。さよりゆりモニカ、俺モニカ結構なんか俺に媚びてくるし、こいつ可愛いか、こいつでしょ、この子でしょ。ヤッホー天かすくん、どうちゃんと楽しんでる？ああ、うん、それならよかった。そうそう、あなたはまだ新入だから言っておきたいんだけど、部活で何か提案したいことや改善したいことが思い浮かんだらいつでも私に言ってね。手をこうやってやってる女子ってぶりっ子率高いよね、絶対リアルで。遠慮する必要なんてないんだからね。分かった、覚えておくよ。そんなの遠慮するに決まってんだろ。その通り。もし落ち着くなまでは流れに従っていた方がよほど気楽だ。それはさておき、私と詩の交換をする？恥ずかしいけど、そうしようか。あはは。大丈夫よ、天かすくん。それはみんな平等でしょ。学校の授業の国語の作品とか読んだ感想を班作ってみんなで回しなさいみたいなのやあったけど、俺あれ嫌いだったね。
自分の考えをむやみやたらに否定してくるやついたから。モニカはぶりっこさい。メモメモ。そういうことを、そういう壁をこれからみんなで乗り越えていくんだもの。ああ、そうだな。俺はモニカに詩を渡す。ふーん。私は好きよ、天かすくん。本当か。思ってたよりずっと可愛いわ。はは、可愛い可愛い。いや、違うの。まで夏夜描いたみたいって思って。それにあの子はいい作詞家よ。だからこれは褒め言葉として受け取ってね。はは。まあ、モニカがそう言うなら。え？シェル・シュル・バイスタンの作品は読んだことあるかしら。シェル・バイスタン。え？もしかすると昔読んだことがあるかも。彼はどんな話でもシンプルで短く伝えることで有名なの。彼の詩は面白くて可愛らしくて時には悲しくて数行しかないこともあるの。ひょっとしたら子供向けに書かれているの。ゲッタレジオになったってよ。ひょっとしたら子供向けに抱えているような感じもするかもしれないけど、その世界観は誰にでも伝わるわ。そうか、それは夏希も同じだって言っているのか。ある程度ね。夏希はプロほどでもないかもしれないけど、あの子の詩には余分な混ぜ物は見当たらないと思うわ。そういう詩を書くのは簡単かもしれないけど、ちゃんと意味が通るようにするのはとても難しいの。だからあなたがこの作品でやろうとしていたこともわかるよ。俺も今後いろいろやってみるよ。慣れるまでは少しかかると思うけど、それでも大丈夫。ぜひ楽しいことに挑戦してほしいわ。自分に合うスタイルを見つけるにはそれが一番だもの。みんなちょっとばかり自分の文体に偏っちゃってるかもしれないけれど、でも私はいつだってあなたのスタイルを探すのを手伝ってあげるからね。だから他の人の書き方に合わせる必要はないの。理解力が高い。別に誰かにいいとこを見せようとしてるわけじゃないから。あは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 はって実況しにくいからやめて。あははっていうのやめて。実況しにくいから。あははって読まないといけないんだよ。棒読み感やばくない？じゃあ感情込めてあははって言うの。ってやればいいの。感情込めてあははって言っていいの。感情込めずに棒読みであははって言っていいの。そしたら棒読みであははって読んだらあははって読む意味なくないもん。読みづらいからやめてください。そんなことより私の詩を読んでみる。心配しないでそんなにうまくないから。その割には自信を持っているように聞こえるな。だって自信を持ってるように振る舞わないといけないもの。だからといって必ずしもそうとは限らないのよ。そういうものか。よし、じゃあ読ませてくれ。壁の穴、私の仕業じゃない。ほら、補修材がこっちに突き出しているもの。口うるさい隣人が、鬱憤のたまった彼氏が、見当もつかない。私は家にいなかったし、手がかりを求め中を覗く。しまった、何も見えない。日にさらされたフィルムのように目がくらみ後ずさる。だが手遅れだった。網膜にはすでに無意味な情景が焼き付いて離れない。ただの小さい穴、明るすぎたわけではない。深すぎたのだ。すべてに永遠に通じている無限の選択肢を持つ穴。私は中を覗いてなどいなかった。外を覗いていた。そして彼が向こう側から中を覗いていた。それでどうかしら。とても自由な書き方だとでも言えばいいのかな。ごめん、俺はこういう感想を言うのが苦手で。ああ、いいのよ。深いな、確かに。これ、高校生が書くにしては。最近はこういう書き方をよく見かけるようになったのよ。つまり、言葉や行のタイミングを強調する詩が増えてきているわけね。声に出して読み上げると、とても力強いの。俺、さっき力強い読み方しなかったんだけど。この詩は何かから影響を受けたのか。ああ、
どう表現したらいいかわからないけど、最近ちょっと語りがあったとも言え、悟り？それが少し影響しているわ。悟り？そう、そんな感じ。まだまだそういう深い話をするにはちょっと緊張しているから。みんながもっと仲良くなってからね。それより、本日のモニカちゃんの筆筆アドバイス。詩や物語を書いている最中につい細部まで筆筆しちゃうかもしれないけれど、完璧に仕上げることに偏ってしまっては全然先に進まないわ。とりあえず紙に書いたら後で片付ければいいのよ。これについてもう一つ考えがあるわ。ずっと同じ場所にペンを構えていてもできるのはただ大きなインクのたまりだけ。とにかく手を動かして流れに乗ろう。以上、本日のアドバイスでした。本日のコーナーみたいな。ご清聴ありがとうございました。全然静かに聞いてない。俺、喋ってるもん。実況してるから。次しよう。ゆりかな。ゆり。うん。ゆりは詩を見つめている。もう1分経ったんだが、すでに読み終わってもいいことだ。すいません。喋るの忘れていました。いいよ、無理しなくても。違います。ただ私の考えを表す言葉を探しているだけです。トンジーさん、ユリの髪が胸に乗ってるのすこ。自分の考えを表す言葉を探しているんですっていう言葉が出てくるな。早くその言葉を探せって言いたい。ごめんなさい。そうじゃなくて、自分の考えを表す言葉を探してるって言葉が出てくるやつは、もう自分の考えを表す言葉見つかってんだって。言ってることわかるかな。自分が今理解してないよっていう状態を、こんだけ具体的に伝えれるやつは理解してんだって。ちょっと待ってください。よし。トンジーさん、ボキャ品の皮かぶってる。ボキャ品の皮かぶってる。ボキャ品の皮ってかぶる意味あんのかな。詩を書くのは初めてなんですよね。そうだな。なんでそんなこと聞くんだ。ただ確認しただけです。読んだ後にももしかしたらそうなのではと思いました。あ、つまりそこまで。ん、読めない。見にくかったってことか。違います。声が大きかったでしょうか。本当にすみません。ゆりは両手に顔を埋めている。両手に顔を埋めてないじゃん。トンジーさん、ひどかった。あ、ひどかった。ゆりは両手に顔を埋めている。もう数分経っているというのに、まだ何も話せていないという真実にどうしても気を捉えてしまう。ゆりは新しい人になれるまでしばらく時間かかるようだ。いいよ、全然気にならなかったから。それで何を言っていたんだっけ。はい、ですね、新しい作家にはちょっとした癖が見られるんです。私自身にもその癖があったからわかるんです。一番よくあるのが、かたくなに表現方法を押し通そうとすること。言い換えれば、テーマと文体を別々に選んでしまい、その2つを混ぜ合わせようとするんです。その結果、文体と表現力の両方が弱くなるんですよ。ユリは話の流れをつかんだら、態度が完全に変わるみたいだ。彼女のどもりは完全になくなり、専門家のような話し方だ。けれどもちろんそれは非難されるようなことではないんです。簡単な詩を書くのでさえ多くのスキルやテクニックが必要なんですから。それを自ら習得したり磨くことによりうまく合わせて使うことが一番難しいんです。あなたにとっては時間かかることかもしれませんが、練習した通り手本から学んだり新しいことに挑戦し続ければきっと身についていきます。それと他の部員から有益な意見をもらえるといいですね。夏希ちゃんはちょっと見方が偏ってますけど。偏ってる？どんな風に？その気にしないでください。あまりこうやって他の人の話をするものではありませんし、ありませんね。ごめんなさい。大丈夫だよ。ユリは俺が夏希に謝っているのか、それとも自分自身に謝っているのか、俺には分からなかった。そろそろお前の詩を読んでもいいか。急にお前って来たな、こいつ。はい、お願いします。この作品を作った思考過程について話し合いたいですし。ユリはまるで滅多にない機会が訪れたかのように満面の笑みを見せる。これはこれで不思議なのだが、だってここは文芸部じゃないのか。
最初から読めない、詩を、俺詩って読めないな、これな、都道、都道じゃないの、これなんて読むの、漢字調べます。ここ多分 YouTube のアーカイブではカットになってると思う。異変に登るで、読み塔、明かり、明かり、明かりの下の幽霊、絡みつく私の髪が瑠璃色の明かりに照らされる、ひたり、まさにこれだ、死という試練に耐え続けた最後の町明かり、いつかは病的な青緑の色調に置き換わる最後の浸る、これなんて読むの、かに現代の空気を吸いつつも過去に水く、見るでいいよねこれ、あ、息づく、明滅する明かり、私も明滅と同調する、これ明滅でいいの、字が汚くてすいません、え、そんなことは全くないぞ、読むのに時間かかっていたので、あー、まあ手書きの字はあまり読まないからな、でもすごく綺麗な字だと思うよ、え、それなら良かったです、字もすごく良かったよ、じゃあ詩、短いのに描写がいっぱいで短すぎませんでしたか、普段はもう少し長いものを書くのですが、そんなことないと思うよ、気に入っていただけて良かったです、実はあなたに見せるのは初めてだったので少しマイルドに仕上げようと思ったんです、消化しやすいよと言いますか、ユリは幽霊とか好きなのか、ふふ。その詩は幽霊のような話じゃありませんよ、天活さん。そうなのか。どうやらよく分かってなかったみたいだな。トンジーさん、確かに一度固まってたんだけどなんて読むの？固まってたんだけどなんて読むの？ごめん、固まってた配信。ごめんなさい。詩は思考、感情、経験などを文章で表現するんです。詩人はいつも単にお話を書いたり絵を描いたりする以上のことをしているんです。例えばこの詩は象徴的に人を幽霊としてなぞらえているんですよ。過去を手放すことができずに唯一の安心できる場所に居残っていて、そしてもうすぐ全てをなくしてしまう。そう聞くとすごく真面目な詩なんだな。そこまで考えていなかった。なんだか感動したよ。こんなの本当に大したことでは、でもそう思っていただけて嬉しいです。あなたもこれくらいのことならすぐに習得できるはずです。ああそうかもな。俺も頑張り続けないとな。信じていますよ。さより最後。これいい詩だよ天かす。本当に初めて書いたの？当たり前だろ。ていうかそんなに良くないし、俺が普段から詩を書いてるような人間に見えるか。へえ、それもそうだね。でも余計に感心しちゃった。正直に言うと、もしかしたら真面目に書かないんじゃないかなとか、むしろ書いてすら来ないんじゃないかなと思ってたから、ちゃんと書いてきてくれただけでも嬉しいよ。本当に部員になったんだなって実感するよ。こうやって今も部室の前で、目の前で座っているのか。おじいさん、強制的にさよりに読ませられる。まだ好きとは言えないけど約束を破るわけにはいかないからな。ほらね、前にも言った通りだよ天かす。本当は全然自分勝手なんかじゃないんだよ。他人のためにこうやって新しいことに挑戦するのって本当にいい人にしかできないことだよ。ありがとうさより。さよりは俺の動機の全貌を理解しているのかいまいちわからない。とはいえ、ちょっと待ってください。
これがスライドにとってどんな大事なことなのか知っているから。うん、トンジーさん、ここで楽しく過ごせるようにするからね。それが私のお母さんの気持ちだから。分かった、期待してるよ。やった。それじゃあ私の詩も読む？大丈夫、私すっごく下手だから。へへ、それは読んでから判断するよ。親愛なるお日様へ、ブラインドから差し込む朝の日差しで君が寂しかったのがわかるよ。額にキスをしてくれるとベッドから起き上がれるの。目をゴシゴシして眠気を拭う。表に出て遊ぼうって誘ってるの？雨ならいいのにって思ってないか確かめてるの？上を仰ぐ真っ青な空、秘密だけど私も君を信じてるよ。君がいなきゃずっと眠っていられるのにね。でも怒ってないよ。朝ごはん食べたいな。さより、これあくまで予想だが、これ今朝書いたのか？違うよ。ちょっとだけだし、はいかいいえの質問にちょっとはないだろ。昨日やるの忘れちゃって、まあこれで少しは自分の作品に自信が持てたよ。まあでも好き、これは個人的に好きだけどね。朝ごはん食べたいとか。ひどいこと言わないの？これも頑張ったんだし。ああそれは別に悪い人だと言ったわけじゃないぞ。いい感じというか、なんというか、お前らしい感じで。本当？ああ、特に最後の行が。今朝卵とトーストにしたんだ。学校に遅刻したのにか？朝ごはん食べるのは大事なんだよ。じゃないとイライラしちゃう。まあ言い合っても仕方ないか。とにかく見せ合ってありがとう。じゃあ見てくれてありがとう。へえ、これすっごく楽しかったね。モニカちゃんにやる。ああそうだな。でも次回は忘れないよ。すごくいい詩を書いてくれるんだから。まあ期待してるよ。すごいいい詩を書いてくるんだから。はい、ふう、これで全員かな。部屋を見渡してみる。思ったよりプレッシャーが大きかった。まるで俺の文章力の平凡さを査定されているかのような。いいように言ってくれたとしても、俺の詩がみんなの出来に届くはずがないのだ。なんてったって文芸部なのだから。ため息をつく。俺が首を突っ込んだのはこういう場所だったようだ。部屋の向こうではさゆりとモニカが楽しそうにおしゃべりをしている。ゆりと夏希に目をやる。彼女らはそろそろと髪を交換したい。それぞれの詩を見せ合っている。見せている。並んだ詩を読みながら二人の表情が変わっていく様子が見て取れる。夏希は苛立ったように眉間にしわ寄せる。一方ゆりは悲しそうに微笑む。何なのよこの言い回し。え？あの、何か言いました？いや何でもないわ。夏希は持っていた詩にそっけなく片手で机の上に置いた。しゃれた感じなんじゃない？あ、ありがとうございます。こいつは仲悪いの？あなたのは可愛いですね。可愛い？まさか何を象徴しているのか何も気づかなかったってわけ？どう見たって諦めの心情についてでしょ。どうした可愛く見えるのよ。分かってます。ただ私が言いたいのは、その言葉選びとか気の利いたことを言えたらよかったんですけど。はあ？つまり気の利いたことを言うのにそんなに苦労する作品だって言うのね。結構、でも気なんて全然聞いてなかったわ。そのいくつか提案したことがあるのですが。ふん、詩を気に入ってくれた人の提案なら聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし、さゆりとか、それに点火さって。それにそもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すいません、せっかくなのですが、この文体を確立するために私は長い時間をかけてきたんです。心を突き動かす何かに出会わない限りはしばらくこのまま変わらないと思います。そういうものにはまだ出会えてないのですけどね。なっ。こいつら喧嘩してんのか。女の言い合いって醜いからな、男からしたら。なえるよな。それに天かすさんは私のシーンも気に入ってくださったみたいですよ。ああ、どっちがいいのって言わないといけないでしょ。仲悪そう。めっちゃ仲悪そうだよね、こいつら。すいません。すいません。
感動したとまで言ってくださいましたし。夏希は突然席立った。何よ、ゆり手は新入部員と近づきになりたくて必死なんだって気づかなかったわ。男ならこぶして、必死だったなんて気がつかなかったわ。ええ、そういうわけでは、う、あなただってゆりも同じように席を立つ。あなただって天かすさん、あなたより私のアドバイスを尊重したいことに慎重嫉妬しているのではないですか。はん、でどうやって私のアドバイスよりありがたがってるってわかるのよ。調子に乗りすぎなんじゃないの。私は違う私が調子に乗っていたなら、私だってわざとらしくぶりっこしてますよ。うぐー、みんな大丈夫。じゃあ言うけどね、天かすが入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどっちよ。なすきちゃん、え、こいつはワンサイズ盛ったの、どういうこと。面白い展開になってきましたこれ。おじいさん、臭い。夏希、それはちょっと部外者黙ってて、部外者黙ってください。よくあるような喧嘩してたら声重なるっていう。経験かダメだよみんな。突然二人は俺がいることに気がついたようにこちらへ振り向いた。天かすさん、この子は私の印象を悪くしようとしてるだけなんですこいつワンサイズ持ったの、マジで。あー、まあそういう俺のために努力してくれる女の子は好きだけど盛るのはなんか違うような気がする違うでしょ、そっちが始めたんでしょうが。もしユリが偏屈な態度を改めて率直な分が一番効果的だって受け入れていれば、最初からこんなことにはならなかったのよ。でもなんか胸で判断してちゃうし、なんか胸を大きくすれば男を釣れると思ってる、その思考回路が俺は気に食わないけど、まあ胸を大きくするのは確かに男は釣れるしね、仕方ないと思うけど、なんであんたはいつも意味もなくややこしい文章にしちゃうのよ。思考ってのは考察されるものじゃなくて読者へのもとで飛び込むようなものであるべきなの。実際自分は釣れる天かすもユリに説明してあげて。まあ待ってください、私たちの言葉は表現豊かで奥深いものが多いのには理由があるんですよ。入り組んだ感情や意味合いを伝えるにはそれしか方法がないんですから。ちょっと待って、なんかせっかくのそれを避けてしまうだなんて不必要に言葉を縛るどころか無駄にしています。あんたもそう思いますよね天かすさん。どうなの、そもそもどうして俺が巻き込まれてるんだ。書き物について特に詳しいわけでもないのに。でもどっちかに俺が賛成したらきっとその子から評価されるはずだ。その子からは評価されるはず。どうする、それはもう。これさ、夏希ルート入りたいんだよね俺。でもさよりで、でも現実だったらさよりに助けを求めるのが無難だけど、でもまあゆりは俺のために胸を持ってくれてるわけじゃないですか。そのことを考えて、でも俺はユリルートに入りたいし、でも無難なことを言うと、さより以外は少しエロいらしい。あ、さより以外は少しエロいらしい。おじいさん中学生でちょっと性欲が有り余ってるから、そういうところにしか目が向かないのかもしれない。やばい。いやでも現実だったらこっちなんだよ。ユリルート行きたいし、でも。
ゆりとりさ夏着るといけないんですよ。でもなんかあれだよね、俺はまあまあどっちかなんですよね。ゆりは俺以外にさ、俺のために胸持ってくれてるわけじゃないですか。まあ夏着ると行きたいしっていうのもあるけど、ここさゆりでいっか。間取ってさゆりでしょ。これはもうあれだよ、なんだ好き、夏希に嫌われ俺は一言も言葉発せなくなる。その代わりにユリの方に向く。ユリ、しかし彼女の表情が無防備すぎて俺は言うのにためらってしまう。さゆり、え、そうだ、お前たちが喧嘩するのはさゆりが困っているじゃないか。さゆりが困っているじゃないか、喧嘩するから。お前たちはエロさ欲しかった。お前たちは友達がこんな風に感じていても喧嘩やめないつもりなのか。喧嘩する、それはさゆりの問題でしょ。そっちは関係ないじゃない。そうですよ、私たちの言い合いに他人の感情を持ち込むのは思い違いではありませんか。まあゆりは傲慢さゆりちゃんはそんなこと絶対に。そもそもあなたの容姿がさゆりちゃんを読めない。ちょっといい、どういうことか分かってて言ってんの。そういうところがまさに傲慢。誰もあんたを好きに。やめて、夏希ちゃん、ゆりちゃん、二人は私の友達なの。ただ私はみんな仲良く楽しくなってほしいだけ。私の友達は素敵な人たちで、みんなそれぞれ違うところあるから大好きなんだもん。夏希ちゃんの詩はね、ほんの少しの言葉でいろんな気持ちを表現しちゃうからすごいの。そしてゆりちゃんの詩は頭の中に綺麗な絵を描けちゃうからすごいの。みんなすごい才能の持ち主なのに、なんで喧嘩しちゃうの。なんでって、とにかく夏希ちゃんは可愛いから何も問題ないよ。あとゆりちゃんの胸はいつも通りだよ。大きくて綺麗だもん。え、ゆりの胸っていつも通りなの？これ持ってないの？これゆりに選択。あー、でもゆりのも行きたかったな。セーブしときゃよかった。失態だ。それでは誇らしげに立っている。モニカはその後ろで混乱した様子で立っている。お茶を入れてきます。ゆりは飛び出す。夏希は放心した表情で席につき、曲を流れている。まあ、セリが副部長なのも納得だな。俺はモニカにささやく。彼女もない。うなずく。正直ね、私はいい部長のように見せたり、活動計画したりはできるんだけど、人間関係を良くするのは甘い得意じゃないの。でしょうね。人間関係で悩んで辞めたからね、前の部活。仲違いもできなかったしね。部長としてなんか情けないわ。あはは。いや、それはしょうがないさ。俺だって何も言えなかったんだ。まあその、さゆりも彼女なりのすごい部分があるってことよね。そうなのかもな。頭空っぽに見えるけど、時々不自然なくらいに行動に抜け目がなかったりするんだ。そうなのね。さゆのことをよろしくね。あの子が傷つくとこ見たくないからね。俺もそうさ。俺に任せとけって。モニカは優しく微笑むが、何かが俺の中にわだかまりを残す。彼女がどう言おうとも、部長はこんな誠実な人が望ましいのだ。俺ももう少し彼女と話す機会さえあれば。喉が、よし、みんなそろそろ時間のようね。詩を交換してみてどうだった？すごく楽しかったよ。ええ、やってみる価値あったと思います。よかった、まあそこそこ。天かすくんはどうだった？ああ、同じく。みんなと交流するのには面白い題材だったよ。よかった、それなら明日もやってみようか。あなたもみんなから何かを学び取れたかもしれないでしょう。きっとより素敵な詩が書けるはずよ。俺は考える。みんながどういう系統の詩が好みなのかを少し分かってきた。運が良ければ気になる人が感銘を受けてくれるようなものが作れるかもしれない。新たな決意を抱きつつ俺はうなずいた。天かす、会員の支度できた？ああ、行こっか。えへへ。さゆりはニコニコしている。さゆりと俺がこうやって一緒に過ごすのは随分久しぶりのことだった。決して俺も楽しんでないわけではない。さゆり、さっきのことなんだけどさ。え、何のこと？ゆりとさつきのことだ。夏希、
ああいうことってよくあるのか。ない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 、あんなに喧嘩してんのは私も初めて見たよ。二人ともほんと素敵な子だよ。二人のことを嫌いになんかなってないよね。そんな全然嫌ってないぞ。俺はただお前の意見を聞いてみたかっただけだ。あいつらがお前と馬が合いそうだってのは分かってるんだ。ふう、あのね、天かす、私天かすと一緒に部活できて嬉しい。でもみんなと打ち解けてく天かすを見てるのが私の一番の幸せなの。みんな天かすのことがすっごく好きなんだもん。それって、毎日がどんどん楽しくなっちゃいそう。はあ、いまだにさゆりは俺がどういう状況に置かれているのか理解しないようだ。もちろんみんなとの親交を深めることはいいのだが、本当にそこで諦めてしまっていいのだろうか。この先何かが待ち構えているかは見ものだな、さゆり。俺はさゆりの肩をポンと叩いた。むしろ自分自身に放った言葉だが、時にさゆりは独り言の相手として役立つ。そうだね、それじゃあ頑張るぞ。はい、よっ、水着、興奮やばいな、こういうことしてるからおかしくなんだろうな。私服、欲望前出しでいきましょう。トンジーさん、快楽にすればよかった。したエアドラムあ、俺そうなんですよ、エアドラムしてたらゴキブリ踏み潰したことあるんですよ。はい、ロマンス、周知、絶望、欲求、絶望にしよう。でこれさ、確か前旋風とか選んでなかった、ホップ、ね、し、熱情選んだよね、ホップ、かじるって何、くるくる、孤独、軽蔑、トンジーさん、ネバネバ、ホップってビールの原料じゃ。あ、ホップってビールの原料。報われない。ピンク。スカート。虐殺。うつ病。なんか選んでんの前と変わんねえような気がするな。1日が過ぎ、部活の時間がやってきた。トンジーさん、サイコパス。ここ数日でいくらかこの場所も居心地が良くなってきたように思う。部室に入るといつもの光景が俺を出迎えてくれる。あ、天かす、よう、サオリ、俺はご機嫌じゃないか。今日ご機嫌じゃないか、へへへ。まだ天かすが部活にいるのが新鮮でね。そうか、単純な理由だな。でもお前はいつもそんな感じだよな。トンジーさん、あんま上書きセーブしない方がいいかも。あ、もう上書きセーブしない方がいい。マジで。ああ、5個パーってやってた方がいい。でも大体俺上書きセーブするんですよね。ゲームやるときってさ、結局最初から見るんですよ、俺。そのルートをもう一回行きたいなってとき、ロードを読み込まずに、ロード読み込まずに、最初から読んじゃう。俺なんかそういうタイプらしいっす。なんだかんだお腹空いてきちゃった。一緒にお菓子買いに行かない？遠慮しとくよ。え？そう、そんならしくないよ。理由はいくつかある。さゆり、財布の中身を見せてくれないか。上書きしない方が後のストーリー楽しくなる。あ、上書きしない方が後のストーリー楽しくなる。オッケー。でも6個しかまでしか作れない。
どうしたのそんな突然。いや別に、ただちょっと気になってな。ああ。それではおずおずと小銭入れを取り出す。少し知ってこずりながらも、留め金を外し、口を開ける。何ページもあるよ。あ、何ページもあるんだ。へえ。そしてひっくり返して、机の上の中身を出す。出てきたのはお菓子を買うにはとても足りない2枚の小銭だけだった。ああ、ははは。そんなことだろうと思ったよ。全部お見通しだ、さより。ずるい。なんでわかったの？簡単なことさ。もし金を持っているのなら、物質に来るまでにすでに何か買ってきているはずだ。そうしていないということは、つまり、今お前は本当は腹が減っていないか、散歩する理由を探していたかのどちらかということになる。もしくは、金を使い果たしたことを都合よく忘れて、俺から金を借りるつもりだったかだ。そしてもう一つ、お前はいつも腹が減ってるじゃないか。だから答えは一つしかないんだよ。うわあ、降参だよ。これ以上私を責めないで。罪悪感を覚えるってことはやっぱり心当たりがあるんだな。ユリが突然クスクスと笑った。ユリが聞いていたことは気づかなかった。ユリの視線はいつものように本に向いている。あ、聞いていたのではなくて、ただ本に面白いところがあって。ユリちゃん、天かすにお金を貸してくれるように言ってよ。それは、それじゃあ私をそうやって巻き込むのやめてください。それに、余裕のある範囲で買えるものだけ買うべきですよ。さらに言えば、騙そうなんて考えていたんですから。因果応報です。私、そういう意味ではなくて、少し本に熱中していて。思ったことを言ってくれることとこ、私は好きだよ、ゆりちゃん。珍しいことだけど、ゆりちゃんの楽しい一面だよ。トンジーさん、因果応報。そんなあなたが因果応報言ったじゃん、俺。読み方間違ってなかったよ、因果応報は。そんなあなたが思ってるようなことでは。でもそうだよね。私は悪いことしちゃったんだから、百科正法だよね。因果応報。そう、それ。しかし、あなたからそういう言葉が出てくるとは。私たちはみんな心の中に小さな悪魔を飼っているということですね。騙されなよ。それは自分のやってることを分かっているんだ。俺を部室に連れてきた時だって、俺に言う前に先にみんなに連れてくるって言ってたしな。でも、カップケーキがなかったから来なかっただろうから。だから作ってもらえるようになつきちゃんを騙すしかなかったの。おいおい、俺をもっと信用してくれよ、さより。カップケーキで騙す。カップケーキで釣られて女子4人の元に行くんだ。は、すごいな、こいつ。カップケーキもらっても女子4人の元には行かないわ。ハードル高すぎ。パシン！キャー！どっかが飛んできたのか、何かがさよりの顔にぶつかって机の上に落ちてる。いたた、何これ？クッキーだ。確かにラップにくるまれた大きなクッキーだ。セリは辺りを見渡す。これは奇跡。私の行いの陰徳用法。因果応報。いえ、これは間違っているというわけでも。ははは。普通に渡すつもりだったんだけど、カップケーキについて話しているのが聞こえたから。あんたのリアクション面白かったわ。あはは。夏希ちゃん、最高だよ。私、幸せだよ。さゆりはクッキーを抱きしめている。まったくいいから食べろよ。さゆりは手早くラップを剥がし、大きくかぶりついた。ひゅっこわいひ。むっ。さゆりは突然口を手で覆う。した感じだった。たった一枚のクッキーで大はしゃぎしすぎ。え？袋に入れるほどの大きさのたった一枚のクッキー。投げたら割れね。だって一枚、袋に入れるくらいの一枚のサイズってことは、こんくらいのクッキーじゃないわけじゃないですか。こんくらいあるでしょ。こんくらいのさやつ、普通に顔に当てて机にペシッと落ちたら割れね。ひび入んね。かけね。大丈夫。夏希は自分のクッキーを一口かじる。あー、そっちのクッキーも美味しそう。食べてみていい？まったく。あんた選べた立場だと思ってるんだ。あー、何枚もあるんだ。でもそっちチョコだし。そうよ、だからチョコじゃない方をあんたに渡したの。そっか。でも私このクッキーくれたのは嬉しいよ。へへ。えへへ。それでは席を離れて夏希の後ろから体に腕を回す。ああ、もう
この顔好きなんですよね、俺。分かった分かったから、クッキーを手にした方の手で夏希はさゆりを遠ざけようとする。あむ。急にさゆりはかがみ込み、夏希とクッキーにかじりついた。ちょっと、あんた本当に何してんの。うふふ。口いっぱいに頬張りながらさゆりは逃げ出す。ゆりと俺も笑う。もうたまには本当に子供っぽいことするんだから、モニカはさゆりに何か言ってやって。夏希は周りを見渡す。モニカはいない。モニカはどこよ。さあ、誰かモニカちゃんが今日遅れるということを聞いてますか。聞いてないよ。俺も聞いてないな。珍しいですね。大丈夫だといいけど。大丈夫に決まってるじゃない。何か用事でもあるんでしょ。なんて言ったって人気者だしね。え、それってつまりモニカちゃんそういう人がいるの。ふふ。だとしても特に驚きはありませんが、私たち全員が束になってもかなわないぐらい魅力的ですから。そうだね。なんですって。突然ドアが開き放たれた。ごめん、本当にごめんなさい。おお、来たな。遅れるつもりはなかったの。心配かけちゃったかしら。おお、モニカちゃんが彼氏より部活を取った。気合入ってる。あ、彼氏？一体何のことを言っているのよ。モニカは困った様子で俺を見る。彼氏持ちをギャルゲーに出すな。これはホラゲーなのか。まあいいわ。いや、気にしないでくれ。彼氏持ちじゃないでしょ、この子。いや、ところで何かあったのか。ああ、授業の最後は自習だったから。固まってる。固まってる？ごめんなさい。他のことちょっと忘れちゃってて。とんじいさん、治った。あはは。それにしたって納得はできないんだけど、チャイムの音くらいは聞こえたはずでしょ。ピアノの練習をしてたから全然聞こえなくて。ピアノ？モニカちゃん音楽も上手なんて知りませんでした。いや、そうじゃなくて、最近始めたばかりなの。ずっとピアノをやってみたいと思ってたから。すごい。何か弾いてみてよ、モニカちゃん。それはモニカ、俺もう少し上手くなったね。やった、それはすごいな。俺も楽しみにしてるよ。そう？だったら天下すくんをがっかりさせないためにも頑張らなきゃ。俺のために頑張ってくれっていう。今まで女の子にさ、俺のために頑張ってもらったことないからな。モニカ愛らしく微笑んだ。うおー、急にこいつだけになった。こびてくるね。いいね。あ、別にプレッシャーかけようとかするつもりじゃないんだ。あ、心配しないで。最近たくさん練習してるから。それに私も準備ができたら。モニカって結構あからさまだよね。思うし。モニカって結構あからさまだよね。マジであからさまだね。それは思うわ。そうか。そういうことなら頑張ってくれ。ありがとう。それで私のいない間に何かあった？いや、何も。さゆりの唐突な行動については何も言わないことにした。きっと後で夏希かモニカに言いつけるだろう。みんなの様子もそろそろ落ち着いてきたようだ。さゆりはクッキーを完食してしまっている。ゆりは本へと舞い戻り、今気づいたけどめっちゃスタイル良くない？夏希はクローゼットへと消えている。スタイル良すぎだよね。こいつだけ、こいつっていうか全員か。はあ、今日はみんな取り込み中のようだ。俺は近くの机にどさっと座り込んだ。一人でどうやって文学関係のことをすればいいんだ。ゆりにもらった本でも読んでみるか。やっぱり今日は読書するには眠すぎる。今にも寝てしまいそうだ。目を閉じると耳に入ってきたさゆりとモニカの会話聞く。眠そうだとか言うか、俺もあくび出たじゃん。でも他の部活と比べてダサいって思われちゃうかも。そうね。でも諦めるわけにはいかないわよね。文化祭はみんなに文学を魅力を伝えるチャンスだもの。問題は文芸部っていう真面目で堅苦しいイメージがあること。全然そんなことにないのにね。それをみんなに伝える方法があれば、みんなの創造性を刺激する何かが。みんなの創造性を刺激する何かを考えてる文芸部ってさ、この世の中に何個あるんだろう。片手で数えれるかな。でもそれって問題解決になってないと思う。え、どういうこと？私たちがたとえどんなに楽しいことを思いついても、文学関係の出し物だって聞いたらみんな来てくれないと思うんだ。だからまずは人を呼び込む方法を考えた方がいいんじゃないかな。
来てくれたら創造性を刺激することをすればいいんだよ。なんだ、サリがやけに真剣だ。こうやって思考を巡らせてる様子は珍しい。なるほど、それは一理あるわね。それなら食べ物はどうかしら。どんな、まあ例えばだけどカップケーキ。ああ、それはいいやんね。夏希もきっと喜んでやってくれるわ。だね、夏希ちゃんのカップケーキは最高だもん。これで完璧。マスクはそのために提案したの。カップケーキは私の胃袋の創造性を刺激するのだ。好きなこと言うな。じゃあカップケーキで決まりね。お腹すいた。さて次に出し物そのものについてだけど、自然と笑顔になっている自分がいる。やっぱりさよりはいつも通りだ。だがそこに自分でも意外なさよりを尊敬する理由がある。何事においてもやる気のない俺と違ってさよりは物事に集中すると結果を出すことができる。だから俺もあいつのおせっかいを許してやっているのだろう。あいつの目から見える世界は一体どんなものなんだろう。うわ、近っ。目を開けるとさよりの顔が視界いっぱいに現れた。あまりにもびっくりして椅子から滑り落ちそうになる。へーへー、ごめんね。って、全然ごめんじゃない。こんなところで寝てるのが悪いんだよ。昼寝部じゃないんだよ、ここは。うちの学校に昼寝部はないのか。また夜更かししてたでしょ。部活に入ったからアニメは見る時間は必然的に減っちゃうんだから。ちゃんと合わせてくれなきゃダメだよ。大声で言うな、それを。今のモニカに聞かれていないか肩越しに振り返って確認する。本当のことだし。ああ、分かってる分かってる。それはいつも俺を気にかけてくれるもんな。へへ、私が一番得意なことだから。それは困る。自分のことはどうなんだよ。自分のことより俺ばかり気にして。今も毎日寝、ね、過ごしてんだろ。え、まあ毎日じゃないもん。説得力に欠けるな。ここ1週間何回時間通りに起きれたんだ。それは内緒。やっぱりな。なんで、ちょっと信じてくれたっていいじゃん。いや無理だな。自分をよく見てみろ、さより。全身に書いてあるぞ。え、さよりは隅々まで自分を見る。どう全身に書いてあるの。今朝明らかに大急ぎで来ただろう。ほら、髪のこの辺とかボサボサだし。あ、俺はさよりの髪を手ぐしで整えようとする。これはブラシがいるな。私の髪まとまりにくいから。それには騙されないぞ。髪だけじゃない。ほら、リボンも曲がってるし、襟のここは歯磨き粉のシミがついてるし。俺は指でシミを払おうとする。だ、誰も気づかれてないよ、そんなの。いや、気づくな。お前に恥をかかせないよう誰も言わない、誰も言わないだろうかな。幸い俺はその辺は気にしないんでね。もう意地悪。ブレザーのボタンも相変わらず開けっぱなしだし。まったく、さより、お前なんで未だに彼氏ができないのか分かってんのか。え、今のはひどすぎるよ。悪いが後で感謝することになると思うな。ブレザーのボタンを下が止めていってやる。これで印象がどれだけ変わるか知ったら気も変わるよ。急にアップやな。なんだか変な感じ。何が。なんかこういうことをしてくれる友達がいいのって不思議だなって。は、そういうこと言うな。お前が変な感じになるだろうバカ。俺まで変な感じになるだろうバカ。私はいいよ、こういう仲なのが嬉しい。そう思わない。ああ、そうかもな。ねえ、大丈夫、そのボタン取れそうじゃない。なんでこのボタンだけ止めにくいんだ。とんじいさん、スクショ撮った。スクショ撮る。消せないのこれ。スクショ撮んなくていいか。そもそもこれサイズ合ってるのか。へへ、買った時は合ってたもん。はあ、お前が普段から止めていたならもっと早く気づけたものを。何ニヤニヤしてんだよ。胸がまた大きくなったってことだ。で、でかい声で言うな。へへへ、ともかくこれで少しは見た目がマシになったし。ん、なぜさよりのブレザーのボタンが止まっている姿が不思議に見えるのだろう。でもきつい。う、こんなの割に合わないよ。さよりは大急ぎでまたボタンを外してしまった。ふう、やっぱりこっちがいい。さよりは手を伸ばしてくるくる回る。
ボタンを外してるうちは開始できないんでしょ。どういう理屈だよ。あとなんでいいことみたいに言うんだよ。だって開始できちゃったらきっとこういうことはさせてくれなくなるもん。天かすは誰も私の面倒をよく見てくれるし、だから外したままにしとく。正面からも見たかった。外したことをベラベラ言うな。恥ずかしいことをベラベラ言うな。え、何も恥ずかしいことなんて言ってないのに。たく、とにかくお前はもう少し早く起きることに専念することだな。そっちが早く寝るようになるよ、なったら。分かった分かった、交渉成立だな。えへへ、私たちってほんと自分よりお互いの面倒を見る方が上手みたいだね。ああそうみたいだな。だから朝起こしに来てくれればいいんだよ。またそれか、さより、今のは冗談だったのに。お前の言うことはたまに本気かどうか分からなくなる。よしみんな。ん、モニカが突然呼びかけてきた。そろそろ塩見せ合いましょうか。やった、天かすの読むの楽しみ。俺もどう聞いても声は楽しみそうではなかったが、さゆりは構わず急ぎ足で自分の塩を取りに行った。最初に塩見せるのは誰にしようか。まあ夏井川でいいんじゃない。さっきと同じ順番で行こう。そこまでひどくはないわね。でも前のと比べると期待汗という言いようがないわ。とは言ってももし前回と同じくらい良かったな、それはそれでムカついてたけど、今回は前とは少し違うのを書いてみたかったんだ。でしょうね。あんたはまだ初心者だなんだし、すぐに自分のスタイルが決まるとは思わないわ。なんかこれを読んでた昨日のさゆりの詩を思い出すわ。え、そうか。うん、あんたたちは幼馴染だから波長が合うのかもね。でもあんたがさゆりのタイプの人間とは思ったことないけど。ちょっと空調の設定してきますね。トンジーさん、治った。突然さゆりに性格のタイプができてたのか。そんなの知らないわよ。でも正直言うと、あんなそのふわっとした子があんたみたいなのと一緒にいるのはしっくりこないわね。まるで重い荷物を引きずり回してるみたいで。ぐ、それは少し言い過ぎだろ。でもこう考えたらどうだ。もし俺がいなかったらさゆりは風船みたいにどっか飛んでってしまうんじゃないかと。俺たちは俺たちなりに互いのことを支え合ってるみたいな。何にしたって私は理解できないわ。忘れてた、私の死を見せてあげる番ね。はい。エイミーは雲が好き。エイミーのことを聞いた。エイミーは雲が好き。ベトベト、もぞもぞ、もじゃもじゃってキモいあの雲が。だから私は友達にならないの。エイミー、私の歌声は可愛い。私のお気に入りのラブソングを歌ってたな。サビを歌うといつも歌詞のリズムに合わせて心がドキドキした。でもあの子は雲が好き。だから私は友達にならないの。一度足を大怪我したこともあったな。エイミーが保健室に行くのを手伝ってくれた。私はあの子に触らないようにした。あの子は雲が好きで手もキモそうだったし。だから私は友達にならないの。エイミーには友達がたくさん。いつも誰かしらと話している。多分雲について話しているんじゃないかな。もしあの子の友達も雲が好きになっちゃったら、だから私は友達にならないの。他にも好きなものがあってもあったって知るものか。秘密にしてくれたって知るものか。知るもんか。傷つく人がいなくたって知るもんか。キモいんだ。あの子はキモいんだ。世界に雲好きの人なんていない方がいいんだ。だからみんなに話しちゃおう。クモ嫌いなんだこいつ。悪くないでしょ。昨日より長めなんだな。昨日のが短すぎたのよ。あれは準備運動みたいなもの。あれが私の全力だとでも思ってたんじゃないでしょうね。
いや、もちろんそんなことは。とにかくこの詩の意味は割と率直よ。説明するまでもないわね。複雑な状況を説明するのにも単純なテクノロジーでも十分なこともあるのよ。人がどれだけバカなことをしているか気づかせてあげられるし、例えばこの詩なら誰もがこいつは無知で間抜けなやつだって思うだろうし、こういうやつに心当たりあるのか。もちろんこれはみんなが私に。そのことはどうでもいいの。何について書いたっていいでしょ。誰も身に覚えがあるように書いたんだから。誰だって変わった趣味や後ろめたい楽しみくらいあるでしょ。誰かに知られたらバカにされ見下されたりするじゃない。なかって恐れられてるようなことが。でもそれってバカじゃないの。誰も傷つけず楽しくやってるなら他人の趣味なんて何だっていいじゃない。たとえ変わった趣味でもみんなもっと尊重するようになるべきだと思うのよね。お前は間違ってないよ。少なくとも俺には身に覚えがある。他の人たちも同じだろうし、何だって私が一番得意なことなんだから。メッセージ性のないものを書くのは嫌いなの。感情を伝えるのはもちろん大事だけど、ただ感じるより読んだ人に考えさせたいの。覚えときなさい。昨日はとびっきりいいやつ書いてくるんだから、明日はとびっきりいいやつ書いてくるんだから、せいぜい楽しみにしてよね。モニカにしてみようか。ヤッホー天かすくん、筆筆は順序かしら。まあまあかな。なるほどね。悪いわけじゃないならよかったわ。ちゃんと専念してくれてて嬉しいわ。そのうちに方策を書き上げちゃったりして。はは、それはあまり期待できないな。それはどうかわからないわよ。今日書いた詩を見せてもらってもいいかしら。ああ、どうぞ。モニカは自分の詩を渡した。なるほど。私は気に入ったわ。これはさゆりが好きそうな書き方ね。そうかな。あなたとさゆりは仲がいいのよね。そういうところが共通していても私は驚いたりしないわ。まあまあ。確かに仲はいいけど、俺とさゆりは全然違うんだ。まあ、そうなのかもね。でも案外思いがけないところが似ているのかもしれないわよ。あの子があなたのことを話していると、お互いに気をかけ合っているような、気をかけ合っていることがよく伝わってくるもの。表現の仕方が違ったとしても、最終的には似てきちゃうのかもね。あなたの詩を読んでいると、そんな気持ちが湧いてくるわ。それは考えすぎなんじゃないかな。ああ、そうかもね。あら、まあ、私ただユリみたいな話し方。いずれにせよ、さゆりの文章からは優しさを感じるわ。あの子は喜びや悲しみといった感情を追求するのが好きみたいね。あんな元気な子が悲しいことも求めているなんて思いもしなかったでしょう。ああ、それは予想外だな。まあ、好みなんて人それぞれね。あなたも恐れずにいろいろ試してみてもいいのよ。それより、私の詩も読んでみない？自分でも気に入ってるから、あなたもそうだと嬉しいな。よし、それなら見せてもらおうか。私をセーブして止めどない色、まばゆく綺麗な色が輝き、膨らみ、つんざく、赤、緑、青、止まない、不協和音、意味のない雑音、止めどない雑音、荒々しく耳障りな波形が、叫び、つんざく、サイン、コサイン、タンジェント、ターンテーブルの上で黒板を奏でるように、ピザ生地の上でレコードを奏でるように、止まらないし、意味のない、私をロードして、ふむ、前のやつよりさらに抽象的になったな。あ、私の書き方の問題かもね。気に入らなかったらごめんね。いや、そんなことないよ。ただ今まで見たことのない種類のものというか、私は紙の上の空間を使って遊ぶのが好きなの。言葉と空間をどう配置するか選択によすることで詩の雰囲気がガラッと変えることができるのよ。まるで魔法ね。行を短く書くことでノイズがかぶさって話しているように表現したかったの。なるほど。まあ俺にはちょっと難しかったみたいだが、あはは、詩はこれは何を表しているんだろうって尋ねるようなものばかりじゃないわ。詩は感情と身体表現ほど抽象的なものになり得るのよ。ちょっと喉を
また読み手との対話だったりするわね。そんな風に全ての詩が何かについて書かれているわけじゃないのよ。とにかく本日のモニカちゃんの筆筆アドバイス、どこかで難しい選択を強いられていることがあるかもしれないわ。迫られてるか。その時はゲームをセーブするのを忘れずにね。急にゲームのアドバイスしてきたぞこいつ。マジか。ゲームのアドバイスを急にしてきた。オッケーオッケー、分かった。はい、思いましたよ。いつどうなるかなんて誰にも分からない。あなたの考え変わるかもしれないし、予想もつかない何かが起きるかも。怖っ。ってあれ、こうやって引き続いてアドバイスだったわよね。私何を話してるのかしら。あはは。以上本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。言われたしセーブしとく？なんか言われたしね。さよりにしようかな。すごい、これすっごく上手だよ、点火数。え、私これ大好き。昨日の詩と比べたら特に。たく、お前はたまに正直すぎるぞさより。でも本当にそうなんだもん。肩こりが。部屋に飾りたいくらいだよ。飾ってもいい？さより、絶対大げさにしすぎだ。全然うまくないし、正直訳も分からず書いたものだぞ。それならきっとそのせいだ。私もどんな詩が好きなのかも分かんないもん。あはは。たく、ユリの方がもっと建設的な意見をくれるだろう。おそらく夏希も俺が書いたから好きなだけじゃないのか。え、それもきっと理由の一部だと思うけど、私って天かすのことを他の人たちよりもよく知ってるでしょ。だから私が天かすの詩を読むと、ただの詩じゃなくて天かすの詩になるんだよ。だからもっと特別なものに感じるんだ。気持ちを感じ取ることができるというか。さよりは詩が書かれた紙をギュッとする。お前って本当に変なやつだよなさより。私も詩がうまいか下手かを見分けるのは得意じゃないけど、だからこそ直感でいくんだ。読むことで何か感情が湧いたら、きっとそれはいい詩だってことなんだよ。そういうことなのかは疑問に思うが、とはいえおそらく感情表現はこの部活の中でもかなり重要なポイントだろう。ああそうかもな。正直お前がどんな詩が好きなのか全然知らないんだけどな。そうなの、私も。はあ、ちょっと考えてみたらどうなんだ。もしかして私のために何かを書いてくれるの？すごく嬉しい。はいはい、そうですね。けどお前っていつも他人のことばかり考えてるだろ。少しは自分のことも考えるんだぞ。じゃないとどこかで自分が傷つくことになるかもしれないぞ。そのよくわかんないけど頭の片隅に置いとくね。はいはい。それよりそうだな、私は多分ハッピーな詩が好きなのかな。いや、悲しい詩が好きな時もあるし、どっちも好きな時もあるし、それを言い表すような単語はあったよね。なんて言うんだっけ、ほろ苦いだ。そうだ、ハッピーなことと悲しいことが好きなんだ。ハッピーで悲しい、お前が悲しいことが好きなんだって想像ができないな。でもハッピーなのが一番好きだよ。ネオさん、でもたまに頭の中で雨雲がかかった時は、ネオさんいらっしゃい。悲しい詩を読んで雨雲をハグすると、綺麗で幸せな虹がかかるのが気になるの、かかる気がするの。さより、意外にも今の詩的だったな。本当に？本当に自分の気持ちを表現できるようになってきたみたい。疲れた。ワーコズです。いらっしゃい。あ、初見さんの方とか、よかったらフォローとかコメントの方よろしくお願いします。で、これの YouTube ライブの、YouTube ライブじゃない、YouTube のアーカイブの方を見てる方ね、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。こういうのちょくちょく言ってきますんで、よろしくお願いします。ありがとう天かす。今言ったのを紙に書いておこうっと。次は私の詩を読んでいいからね。ビン、クッキーの缶の蓋のように頭をパカッと開ける。私の夢を全部詰めた秘密の場所よ。
小さな日光のボールが詰まって子猫のようにすり寄ってくる。親指と人差し指とで一つつまむ。あったかくてチクチクするの。でももう買うかしてられない。うかうかしてられない。大切に瓶にしまう。その瓶は他の瓶と同じように棚にしまっていくんだ。瓶が並ぶ。その中には幸せ幸せ幸せ。私のコレクションが友達の輪を広げたよ。瓶の中の償いの星明かりになるの。友達が何かを感じて仕方がないとき、こういうときに瓶が役に立つのよ。夜な夜な夢膨らんで、ゾクゾクと友達、瓶は増える。私の指はより奥へ、奥へ。まるで暗い洞窟の中で至るところに隠された秘密を探るような、掘って掘って一回多かった。蓋の埃を吹き飛ばす。いつの間にか時が過ぎている。もっといっぱいあったはずの空っぽの棚。鍵のかかったドアの向こうから友達の視線を感じる。やっとできたよ。ドアを開けると友達が入ってくる。ドタドタと押し寄せる。そんなに瓶が欲しいの？私は必死に棚から次々と瓶を取り出す。友達ひそひそ、友達一人一人に持たせていく。一つ一つ、全部の瓶を。だけど渡すたび、足元のタイルで粉々になっていく。床に全部散らばる幸せ、幸せ、幸せ。友達のためだったんだよ。みんな叫んでる。訴えている。何かを。ただ聞こえるのは、残響？私の頭の中で。こいつの詩、比較的ひらがなばっかで読みやすかったのに、なんか若干ちょっと長くなって漢字入ってきたな。こいつの詩読みやすくて好きだったんだよな、ひらがなばっかで。やばい。これ本当にさゆりが書いたのか。もちろんだよ。昨日すっごくいい詩を書いてくるって言ったでしょ。それはそうだが、まさかお前がこういうのを書いてくるとは思わなかったよ。モニカちゃんにいろいろ教わったんだ。あと最近自分の気持ちに向き合うようになったの。なるほどな。ちょっと怖いくらいだな。怖い？まあなんというか、いつも元気なお前を見慣れてるせいか。いや、なんでもない。俺の考えすぎだな。とにかく俺が言いたかったのは、すごいいい詩だから誇っていいぞってことだ。へへ、ありがとう。なんだか自分の気持ちはこうやって表現するべきだって思ったんだ。そうした方が自分の気持ちをもっとわかる気がするんだ。筆って魔法みたいだね。いつの間にか随分と情熱的になったんだな。そのまま頑張るよ。うん。筆って最高。私死ぬまでに筆し続けるんだ。マジかよこいつ。ははは、あんまり先走るなよ。セリは何かに集中すると1週間もしないうちに飽きてしまう癖がある。果たしてこれもその一つになってしまうのだろうか。しかし彼女の情熱的な目を見ていると悲観的にもなれない。次に詩を見せるのは誰にしようか。こいつしか残ってないやん。ゆり。それでは今日の詩を拝見します。ふむ、天下さんいいと思いますよ。上達していると思います。2日でか。本当にか。ありがとうゆり。ゆりにそう言ってもらえるとすごく嬉しいよ。え？そんな私なんてお役に立てているならそれだけで私は満足ですし。あなたはまだ初心者ですから、うまくいかないと感じたとしても気にしないでくださいね。もっと大胆になってもいいと思いますよ。ヒーはとても効果的なんです。たくさんのギアを正確に噛み合わせるような考え方をする必要はありません。自分の感情に従って思うがままに、見たものと聞いたものを書き溜めればいいのです。読み手に自分の気持ちを伝えるにはとても効果的な一つの方法ですよ。いい練習にもなると思います。なるほど、確かにいい方法だな。教えてくれてありがとう。私、よければこれを読んでみてください。ご参考に。わかった。これが今日の詩。ユリはうなずいて恐ろ恐ろ詩を手放してくる。ネウさんがモンスターハンターワールドをやっている。右下に出た。アライグマ、それは真夜中。
密かな楽しみに軽食のパンを切っていた時のことでした。窓の向こうで時折ちらつくアライグマが私の目につきました。自分が異質な人間であると気づいたのはおそらくこれが初めてだったのでしょう。どのような結末を招くか分かっていながらも、私はパンを一かけらアライグマに与えます。餌付けされたアライグマは必ずまたやってくると分かっていながら、これ困惑するナイフが表情でした。困惑じゃねえな、これなんだ。パンは私の飢えた好奇心、アライグマは衝動。月は満ち、私のナイフは一段と眩しい光を与えます。友達のアライグマの目を輝かせるのはまさしくその光。出来たてで柔らかいパンを切る、何これ、アライグマ。もしや再び満ち足りた獣に私の感情を投影しているのだけなのかしら。アライグマは私にすっかり懐いてしまいました。お互いよく知る関係になれたのではないでしょうか。アライグマはしょっちゅうお腹を空かせるのでパンを欠かせません。私のナイフを見るたびアライグマは興奮します。血のパブロフ系の古典的な条件付け、パンを切ってそしてまた私に餌付けするの。昨日より少し大体になってみたのですが、わかるよ、もっと隠喩的だよな。俺の気のせいなのかわかんないが、この詩は言わんとすることが全く見当がつかない。その通りです。この方が私の好みの書き方に近いのです。詩をキャンパスにして感情を鮮明なイメージとして表現し伝えるんです。ああ、文字通りの意味で考えると何のことなのかいまいちわかんないんだよな。そうですね、人によって異なる解釈ができると思います。少し変わった趣味へ没頭するときの自分を表現したかったのですが、そういったものは普段は自分の中に秘めておく必要がありますので、それについて書くことが好きなんです。へえ、それは面白いな。夏希も似たようなことを書いてなかったか。変わった趣味をバカにされることとか、夏希ちゃんが、ああ、誰も傷つけてないなら何が好きだというだろうと気にする必要はないって言ってたぞ。その通りです。ああ、ではなく、本当にそんな風に思っていたのですか。そうだ、二人はそこが共通しているみたいだな。それはその意外でした。どちらかといえば、私の趣味をバカにするタイプの人だと思っていたので。でも偏見を持っていた私が悪かったようですね。あ、今のは夏希ちゃんには言わないでください。ああ、大丈夫だ、言う必要もないし。はい。でも教えていただいてありがとうございます。私も自分の変わったこと、ところが今も受け入れられずにいたら、きっと自分が嫌い嫌になってしまいましたから。嫌いか、少し説教じみてみました。でも天活さん聞き上手で嬉しいです。よし、みんなもうお互いの詩を読み終わったようにね。今日はもう一つやることがあるから、みんな部室の前の方まで来てくれる。文化祭に関係あると。まあね。本当に文化祭で何かしなきゃいけないわけ。あと数日しかないのに何かをやろうとしたって何もできっこないわよ。新入部員も入ってこないように恥をかくだけよ。私も心配です。まあ、あまり時間がない状況で準備するなんてうまくやれないですし。そんなに心配しないで、簡単なことにするから、ね。いくらか飾り付けをする以外は特に準備をする必要ないから。さよりがポスターを作ってくれてるし、私も文化祭で配るパンフレットをデザインしておいたから。それはいいけど、まだ文化祭で何をやろうとしているかのか言ってもらってないんだけど。ああ、ごめん、てっきり聞いてると思ってたわ。発表をするよ、発表、発表。うん。モニカちゃん、そう、詩の発表をするの。みんなそれぞれ詩を選んで来てくれた人の前で読み上げるの。さらにそれを聞いてやりたくなった人がいたら、その人たちにそれをやってもらうの。準備をしておきたい人がいるかもしれないし、それでもポスターにそのことを書いてくれているわ。えへへ。ポスターに色を塗っていたさよりは、それをこちらに広げて見せる。冗談でしょう、モニカ。まさかとは思うけど、そのポスターにもう這い出したりはしてないわよね。してるけど、そんなにダメだったかしら、このアイディア。いや、そうじゃなくて、アイディアそのものは悪くないと思うわ。でも私はそんなことやると言っていないわ。そんな風に観客の前で
詩を読むなんてありえないから。私も夏希ちゃんと同意見です。それにそんな大したこと絶対にできません。大それたこと。その光景を想像したんだろう。ユリは恐怖の前で首を振っている。みんなうん、いいのよさゆり、2人がそう考えるの無理はないわ。2人でもたった数日前に他の人に詩を見せることを始めたばかりなんだから、たくさんの人の前で詩を朗読しようだなんてあまりにも荷が重すぎるよね。私の考えが足りなかったわ。本当にごめんなさい。それでも私たち全力を尽くすべきだと思うの。この部活の運命は私たちにかかっているのよ。そしもし最初にやる私たちが朗読 がいいお手本になれば、来てくれた人もやってみたいと思ってくれるはず。多くの人にやってもらえば、それだけ多くの人に文学について知ってもらえるわ。そうだね。普段はとか言ってないから言いづらいな、今更だけど。まあむしろ言ってる方が気持ち悪いか。普段はとか俺言ってねえからな。文学って自分の感情表現だったり、自分においてよくより深く理解できることだったり、未知の領域に見つけることだったり、楽しむことだからね。そう、私たちがこの部にいる理由も同じ。この理由を他の人たちにも知ってもらいたくないかしら。私たちを文芸部へと導いたこの気持ちをその人たちにも見つけてほしいと思わない？きっとそう思っているはず。私たちみんなそう思っているはず。それが部屋の前に立ってたった2分間足を朗読するだけで可能になるなら、きっとみんなできるはず。夏希とゆりは黙ったままだ。さゆりは心配そうな表情を浮かべている。どうやら俺が取るべき手段は一つのようだ。俺は賛成だ。決して無意な要求とは思えない。さゆりとモニカは新入部員獲得のため全力を尽くしてくれている。俺も少しくらい手伝うべきなんじゃないか。それはそうかもしれないだけど。夏希はそれ以上反論の言葉がないようだ。もう分かったわよ。どうせやなら早く済ませるしかないわね。やった。ふう。ありがとう、夏希。あなたはどうかしら、ゆり。ゆりは気落ちした様子でみんなの期待していた顔を見ている。はあ、もうやるしかないようですね。はあ、これでみんな揃ったね。最高だよ、ゆりちゃん。この部にいると私はそのうち死んでしまうかも。そんな大げさな。大丈夫よ、ゆり。まあ、とにかく、メインイベントへ移りましょう。みんな自分の詩の中から一つ選んで、お互いの前で朗読して発表の練習をしましょう。いやよ、モニカちゃん。それはあまりにも急すぎます。でも部のみんなの前でさえできないんだったら、知らない人の前でもなんて到底できないでしょ。ああ、もう。心配しないで。みんながやりやすいように、まず私からやってみるから。その次は私がやっていい？あはは、もちろん。さて、それじゃあ。モニカはノートをめくり、読み上げたるための詩を探す。そしてモニカは教卓の後ろに立つ。この詩のタイトルは、彼らは羽ばたいていくところよ。モニカは朗読をし始める。モニカが朗読し始めたって、結局朗読すんの俺なんだよな。それを忘れないでほしい。一番俺さ、これが本当にさ、結局4人分のシーン読まないといけないわけになるでしょ。そのシーンがあったら、明瞭で自信に満ちた声が部屋を満たす。またそれ以上に紅葉のつけ方が純真そのものだ。それぞれの行ごとのどのような感じを乗せればいいかを正確に理解していて、言葉に命が吹き込まれているかのようだ。これは以前朗読の経験があるのか、それとも才能がなせる技なのか。俺は周りを見渡す。みんなモニカに目を奪われている。さゆりは驚いている。ユリは俺にはその意味が理解できていないものの、どこか情熱的な表情を浮かべている。そしてモニカは詩を読み終えた。俺たち4人は拍手喝采する。拍手喝采。ごめん、急にシャドバが入った。モニカは一息を吐き、微笑んだ。すごくよかったよ、モニカちゃん。あはは、どうもありがとう。なんとかしていいお手本となりたくてね。次はさゆりの番よね。私がやります。
うわ、ゆりちゃんが突然やる気になった。ゆりは一枚の紙を手に立ち上がる。教託に足早に向かう。この詩は、ゆりは心細げに俺たちのを見る。頑張れゆりちゃん。この詩は、新玉新紅わかんない、ごめん、読めない、これが読めない。瞳の残像という題名です。難しいのつけんなって、読みづらい。ユリが読み始めるが、声が震えている。ユリはほんのつい先日までこういうことをするのを拒んでいた。それが突然、なぜ突然やる気に満ち溢れているようになったんだろうか。けれども数行読み終えるとユリの声が変わった。ユリが本に熱中する時のあの様子と同じだ。震えていた声は強く自信を持った女性のそれと変化していく。詩は七構造だが、ユリはそれを完璧なタイミングの取り方で読んでいく。こういうふうにユリの中に渦巻く炎とでも言うべきものが垣間見えるというのは珍しいことだ。不意にユリは読み終えた。みんな呆然としている。ユリは我に返り、自分自身も困惑しているかのように周りを見る。私、この状況を打開するのは俺しかいないようだ。最初は俺に拍手を送る。みんながそれに加わり、ユリにふさわしい称賛が送られる。何も俺たちは拍手を したくなかったわけじゃない。ただ甘えのことに不意を使えて忘れていただけだ。俺たちが拍手をしていると、ユリは詩の書いてある紙を自分の席に急いで戻る。ユリ、とても良かったわよ。読んでくれてありがとう。ユリはここでダウンのようだ。よし。次は私だね。ちょっとトイレ行ってきます。卵を抱えて歩いた意味もなく。通知来たな。トラさんがいいねしました。ありがとうございます。マジか、ちょっときついな。疲れ、俺口も回んなくない。さっき水めっちゃ飲んだから。トイレが。サイリは椅子から勢いよく立ち上がると元気よく教託へ向かう。この詩の名前は平原。ごめん、笑っちゃった。へへ、さより、思ってたよりずっと難しいよ。みんなどうやってあんな簡単にできたの？ああ。人前で朗読してると考えないようにしてみて。一人で鏡に向かっているとか、心の中で読み上げるとかって思い込むの。あなたの詩なんだから、そうすればきっとうまくいくわ。なるほど、なるほど。よし、それじゃあ、さよりは詩を読み上げる。さよりの柔らかな声はどういうわけか、その詩の完璧に見合っているように思える。その詩に完璧に合っているように思える。
死はさより本人のようにフラフラとしていながらも元気な感じではない。穏やかでいてほろ苦い死だ。もし紙に書かれているのを読んだとしてもここまで関心はないだろう。しかし朗読だとさよりの声が死に全く新しい意味を与えていると言ってもいい。さよりが俺の死を好きだと言ってくれたのもこういうことが理由なのかもしれない。自分が何もかも知っていると思っていた人のずっと深いところに触れるような感覚。さよりは読み終わり、俺たちは拍手をした。できたよ、よくやったさより。天かすも気に入ってくれた。つまりかなりが良かったよってことだよね。どういう意味なんだそれ。とても上手だったわよさより。詩の雰囲気があなた自身と本当によく合っていて、でもその読み方は他の詩を読むときっとあまりうまくいかないかもしれないわね。え、あまりよくわからないのか、かも。別の言い方をすればあなたの詩中には優しい読み方だとうまく魅力が引き出せないものもあるってこと。読むときによってはもう少し力強く読むといい場合があるかもね。なるほど、そういうことね。そういうのは練習したりはしてるんだけど、みんなの前でやるのはちょっと恥ずかしくて。それなら次はもう少し練習になりそうな詩を選んでもらおうかしら。文化祭まであまり時間ないものね。 OK、 それじゃあ次は夏木どう。ふん、天かすの前にやるなんて嫌。なんで。いいじゃん、俺の前で読んでよ。夏木の章で個人的には一番楽しみにしとってんけど、まあ今のシーンには文はないけどね。私はあんたたちみたいにうまくできないし、だから私がやる前に少しでもハードを下げてもらった方がいいわ。夏希ちゃん、いや大丈夫だ。俺もなるべく早く終わらせた方がいいと思ってたんだ。俺には選べるほど詩がないから、今日のために書いてきたやつを読むことにするよ。俺は立ち上がり、教卓の上に前を進める。みんながこちらを見ていて、俺がひどく俺をやりづらくさせる。それがひどく俺をやりづらくさせる。俺は詩を朗読した。書いてある内容に自信を持てなかったんだから感情を込めて読むことも難しいけれども、読み終えると一応みんなから拍手をもらえた。すまん、この中じゃ俺が一番下手くそだな。そんなに気にしないで。朗読の技術そのものよりも自分の書いたものに自信を持てていないことの方が問題なのかもしれないね。まあそれがこれも時が経てば身につくでしょうね。ああそうかもな。よし、それじゃあ残りあなただけよ夏希。はいはい、やればいいんでしょ。夏希はしぶしぶ席を立ち教卓へと歩く。この詩のタイトルはあー、なんであんたたちそんなにこっち見てるのよ。あなたが発表してるからよ。そりゃそうだ。ふん、まあいいわ。この詩のタイトルはジャンプよ。夏希は息をする。朗読が始まると夏希のひねくれた態度は幾分影を潜める。まだそれほど熱心に読んでいるというわけではないが、詩自体にはリズムがあり韻も踏んでいる。夏希のトレードマークであるその文体は声に出して読むとより一層効果を増す。まるで詩が命を与えられ言葉が飛び跳ねているかのようだ。夏希が読み終えみんなが拍手を送る。夏希は不機嫌そうに自分の席へと戻る。そんなに難しいことじゃなかったでしょ。簡単に言ってくれるわね。申し出れって言われてもお断りよ。あら、そう。最低限他の人の前で朗読する心の準備はできたかしら。他の人の前で朗読する方がよっぽど楽よ。他の人の前ならどんな顔をしててもいいんだから。してもいいんだから。でも友達の前だと恥ずかしいじゃない。意外だね、夏希ちゃん。私の場合むしろ逆だけどな。でもそういうものだから。まあ、そういうことなら文化祭については心配いらないわね。それはともかくみんなやってみてくれてありがとう。難しいかもしれないけど、どういうことをするのか分かってもらえたかしら。文化祭までに詩を選んで十分に練習をしておくのを忘れないでね。私が詩を載せたパンフレットを作るから読むときに私を教えてね。俺も朗読のために別の詩を考えておくべきかもな。それもいいわね。別に自分が書いた詩でなくてもいいしね。そこまで真剣に部活のことを考えてくれているなんてすごく少し驚いちゃった。本当に嬉しく思うわ。あ、いや、どういたしまして。よし、みんな今日はこれで終わりかしらね。文化祭が近づいてはいるけど、明日も頑張って詩を書いていきましょう。今のところはうまくいっているみたいだから続けていきたいの。文化祭のことは
明日計画を立て、すべて立てて週末に準備するようにしましょう。月曜日は大事な日だからね。楽しみ。私はできる。よし。俺は立ち上がる。サヤリやモニカのことを情熱に満ち溢れているわけではないが、やれるだけのことはやってみようと思う。それがこの部活のためなら、あとモニカにいいところを見せられるならベストを尽くそうじゃないか。帰る準備ができたか、サヤリ。うん、お二人さんいつも一緒に帰ってるわね。なんだかちょっと可愛いわよね。おいおい、そんな大げさに捉えないでくれ。でもなんだか楽しそう。まあ、その一体どういう反応すればいいんだ。いいんだよ、天下する何を言わなくても。まあいいや、行こうぜ。俺もまた今日もサヤリと下校する。入部してからはまだ数日しか経ってないが、すでにたくさんの変化が起きている。今日も帰り道でのサヤリはなんだかいつもより静かだな。あサヤリ、ごめん、ぼーっとしてた。ああ、そうらしいな。さっきのことを考えてたの。私はこうすること好きだけど、ああ、いや、その。さゆりは言葉を見つけ出すのに苦労している。そのいつかゆりちゃんが天かすと一緒に帰りたいって言ったら。は？どうする？なんだその質問は。一緒に帰るよ、俺は。そんなことに急に聞かれてもな。あー来た。来たぞー。あーでも俺ユリと帰りたいしな。ユリの方が、ユリのこいつのシーンあんまな。ユリと一緒に帰るにしようか。いいわ、覚悟決める。俺は覚悟を決める。2人で一緒に帰ってことはできないの？ハーデムエンドないの？ないか。まあどっちか取らないといけないしな。まあ俺は現実だったらずっと幼馴染が一緒にいた幼馴染とは帰るかもしんないけど、でもまあこれはゲームであって、俺はサヨリよりユリの方がどっちかというと興味があるわけで、となるともういいや、ユリで行こう。それはユリの引っ込みじゃな性格を思うと、それを断ってしまうのはあまりにも酷だし、美人で頭もいいし、そういうこと。それは俺が言ったことは何の関係もないだろう。あは、否定はしないんだ。全く怒りようもないことについて考えたところで何の意味もないだろう。まあそうかもね。でも私こういうこと考えるの好きなんだ。私が天かすにとって必要なくなる日も近いね。必要なくなるって、さより、お前って何を考えてるんだ。ごめん、人はみんなそれぞれ違う。来たぞ、だんだん来たぞ。文芸部にお前の代わりはいないんだ。うーん、そうなのかな。会話終わり、気まずさだけが後に残った。しかしこれも元とは言えばさよりの変な質問によるものだ。さよりに嘘をつけない。だけどサヤリを幸せにする何かがあるなら、俺はそれがサヤリの元から離れてほしくないと思っている。あ、これあれですからね、俺は現実だとサヤリを選ぶけど、多分ね、現実であったらね、これはゲームであって、俺もちょっと気になるしね、そっちの方が。俺はなんか大体サヤリの方はなんか大体予想つく。あえてそっちを行きたいっていう俺の好奇心からのあれですかね。なんか天かすさん非道だみたいなことを言わないでくださいね。はい、よろしくお願いします。だからこそあの質問は何の意味もないんだ。うわ、やば、文化祭まで数日、それまでに何か起こるか誰にも分からない。はい、しときます。今日この辺でセーブだな。お疲れ様です。あのね、これからも声の実況続けていきますので、明日とかもやると思いますんで、ぜひまだオープンデックの方フォローしてないよって方いらっしゃいましたら、フォローね、よろしくお願いします。
まあ、でついあの YouTube で YouTube で見てる方っていう方はあの YouTube のチャンネル登録と、まあ、Twitter オープンデックのほどねぜひよろしくお願いします。あと高評価もかな、よろしくお願いします。はい、以上で天かすの配信を終えたいと思います。一旦ね、また続きやるけどね、お疲れ様です。バイバイ。